たけらずに歌うんだよ。ふるさとを捨てた。まだ歌ってないんだ。穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅。風物詩ですよね。お別れよれ悲しみおり、憧れは強く寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち。動き始めた。そこで汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた。現場行った方がいいです、谷村さん。桜吹雨昨日さらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた。いいとこ全部谷村さん。恋をして恋に破れ眠れずに過ごす。アパートの窓から少し見てた夜空の星。この街で夢を追うならもう少し強くならなけりゃ、時の流れに負けてしまいそうで、動き始めた朝の街角を人の群れに埋もれながら空を見上げた。桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた。声出てますよ。離れれば離れるほどなおさらに募るこの思い忘れられずに開く古いアルバム。若き日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしをなぞりながら生きる。どっちなんだよ。丸太小路レモン浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと。桜吹雪のさらいの空へいつか帰るその時
で夢は捨てない。Stay night dreamer live on air. Stay night dreamer live on air. Sunday night dreamer. よし、更新まで行ってみよう。桟橋に立つ君の肩から海鳥たちが飛び立ってゆく。ラワトを握る俺を見つめて涙で何か話しかけてる。出港前の慌ただしさにそこだけ時が止まったようだ。心一つの海の中釜がもんやいといて船に乗る。江ノ島岬大島越えて新島しきれ三宅島までせーの更新まるよ。俺を銀色の海へいざなえせーの更新まるよ。俺の夢の捨てて海へ羽ばたけ。いやどうもありがとう。名前を言いましょうよ。カナメヨコです。加山雄三さんの番組じゃないでしょこれ、ね、ちょっと風物詩ですからね。風物詩ですけどね。またちょっとじゃあ改めてですか、はい、言わなきゃいけないですかこれ私の名前を。今加山雄三気分でずっとやってんのに。ずっと加山雄三気分でやられても困るんですよ。加山雄三のサンデーオールナイトリサイタルじゃいけない。違います違います。まだいけますか。海よ俺の海よ。それは大きなオールナイトリサイタルだ。その愛だ。それは聞きたいですよ。聞きたいけど、聞きたいですけど、加山さんが今向こうに行かないともう間に合わないので、うん、そう、いた方がいいです現場に。24時間までやっているんですよね、うん、武道館の方で、じゃあ一応、はい、一応じゃあサポート役で私が来てますということ言った方がいいですか。はいはい、はい、サポート役。サポート役だったんですか。サポート役で来たんです。じゃあどうもこんばんは、アシスタントの有吉弘之です。アシスタントそこで東京半蔵門 JFN スタジオから生放送。加山雄三のサンデー、はい、オールナイトリサイタル。いや今月のっぽいけど、今月のアシスタントのアシスタントこちらを、トップリード和賀です、優しい雨松崎です。よろしくお願いします。お願いします、はい、まあね、毎年聞いてくれてる人は当然ご存知なんですけども、はい、加山雄三さんと谷村新司さんが、はい、24時間テレビ武道館でね、サライを、はい、歌われるわけですけれども、はい、まあ、そこのリハーサルでいつもここでね、まずオープニングで歌ってくださるということで、はい、そうですね、まあ、のど鳴らしといいますかね、寄っていただいて、ここ半蔵門で練習をして、東京九段にあります、東京武道館の、武道館ですね、日本武道館の方に向かってということでございます。いつもね、はい、いつもそうですね、いや、まさか個人丸まで歌っていただくとは。いや、乗ってらっしゃったんでしょうね。そうですね、気分乗ってましたね。僕もやっぱ去年ね、去年ぐらいですかね、まあ、作家の高井さんから加山雄三さんのコンサートの DVD いただきまして見とけよ個人丸行ってるよ言ってたの、ね、面白いですね。谷村新司さんとのリサイタルの模様もめちゃめちゃ面白いですけどね、面白いんかい。いや俺の歌のこと知ってんのかよお前らみたいな。大丈夫ですよ加山さん、後ろに歌詞が出てますから。なんだよこれおい。何そのやり取り。そんなお客さんに、じゃあちょっと歌詞が出るみたいだから、ちょっとみんな歌ってくれよ、これもんで言ってくれよ。あのね、素晴らしいコンサートの DVD 加山さんのございますけどね。さあ、24時間テレビの方はですね、そろそろまあクライマックスでございますので、ね、うん、ランナー林家たい平さんでございますね、はい、まあ、我々からすれば林家たい平師匠というふうにお呼びしてもいいのかもしれませんけどもね、はいはい、さあ感動のゴール100キロ以上 100.5 キロということでございまして、はいはい、相当疲弊されてましたよ。疲れてらっしゃったような感じもありましたしね、
もうだって外見がもう全然違うもんね、昔の大変さとね、もう嫉妬しちゃって、だから、まあ、ちょっと今日東京、今雨も降ってましたしね、そうですね。いやだからちょっとやっぱそのノリのいい甲子丸歌ってくれたんでしょうね、ちょっとね、あ頑張れというテンポ上げて、そうなん、応援ソングね、こっちで歌われてもいいですよね。いや誰か届くから加山さんの気持ちは、まあ、江ノ島三崎大島越えて新島式根三宅島まで、ね、これがおよそ、まあ、100.5 キロですよね。違う違う違う、そうですか、甲子丸の航路じゃねえから100.5 キロ。ということでございます、まあ、24時間テレビの方もまあ気になる方はいらっしゃると思いますけど、まあね、同時進行で聞いたり見たりしてくれれば助かるななんて思ってはいますけども、はい、さあそしてこちらはちょっともうちょっとね、はい、深刻な問題でございますけども、はい、サンデーナイトドリーマー年に一度の加山雄三スペシャルって言われて、まあ24時間テレビではね、はい、まあ、歌手そうですね、加山雄三さんでございますけども、はいはいはい、その実、はい、裏の顔はご存知、はいはい、独立国家戦艦甲信丸初代国家元首腕毛の実を食べた能力者そんなありましたね加山雄三元帥だ国家元帥や怖いな、相変わらず怖いな、さっきまで行ってみようの時はすごい良かったんですけど、まあ、あれはね、まあ、その加山雄三さんの表の顔でございますけれども、はい、その実は本当にそういう顔もございます日本からの独立を果たしたわけですね戦艦日本国が作っていた戦艦甲信丸を、奪取して、ダッシュしたんだ甲信丸は国家であるという宣言をなさって、そこから、まあ、激しい、まあ、世界各国と激しい戦いを演じていらっしゃると、説明しないとやっぱね年に一度しかないからね、まあ、当然その辺のお話メールもお待ちしておりますけれども、はい、本日のメールテーマを募集しておきましょうかね、はいはい、24時間テレビ、今年のテーマね、はい、これが私の生きる道ということでございますので、うん、テーマはこちら、これが私の好きな道。なんだろうな、本家聞いて笑っちゃうのなんだろうな。これが私の好きな道、通勤通学散歩で使っている道の話教えてください。国道何号線使ってます。タクシーも知らない抜け道知ってます。並木道に素敵なパン屋さんできました。あなたの好きな道お昼かよ。使っている道エピソードを教えてくださいって言われても、さらにはまあ24時間テレビのレポートもこちらで見れませんからね、24時間テレビのレポートもまあできればいいなと思っております。そして当番組の方でも当然24時間ノーチャリティーランナーということで毎年ね、誰かがチャレンジしてくださっておりますけども、今回は2年連続翔平さん。また翔平さん走る。翔平行きますよ。翔平さんがね、今雨の中一生懸命走ってくださっています。そちらのゴールの方もどうなるのか。翔平さんちょっとまあね、皆さん街で見かけたらぜひ応援してあげてほしいなと思っております。その情報も、はい、どこ走ってるか。そうですね。今現在は、どこですかね。これは、はい、どちらですか。はい、はい、千葉県。調子、はい、千葉県調子、スタートより遠いんじゃない、海ホタル、アクアラインですね、はい、東京湾アクアラインを今ランニング中でございます。おお、はい、おお、じゃあもう、もう来れるんじゃないですか。半蔵門に来られるんですか、ね。いや、まあ1時間4000円以上の高速代を払って走っております。いやもったいな。早く走れるってことですよ。さあということでね、また、はい、どしどし送ってください、はい、ということでございますね、はい、さあそしてメールもいろいろと、はい、来ておりますけどもね、はい、どうですか、はい、ね、どれしようかな、ラジオネーム、腹8分目、有吉さん、うん、朝起きて新聞を見てみると熱愛発覚、その文字に衝撃を受けました。ですよ、アリアナグランデとマックミラーが寿司屋でデートした後、ロサンゼルスでキスをしていたのが目撃されたようです。マックミラーについてどう思いますか。いや、マックミラーっ
ティのさ、はい、結構でもあれなんだよね、若いけど絡まってるしね、マックミラーだけは。あ、そうなんですか。バックミラーはね、あー、なんか結構学生時代はバックミラーっつってあだ名されたみたいだけどね。誰があだ名、マックミラーが、マックミラーがバックミラーっていう、あ、バックミラーあだ名されてね、なんかその度によく喧嘩やんちゃしてたっていう話は聞きますけどもね。いや、そのそれじゃないんですよ、ね、ラジオネームゴモラ、もっと新聞どんな方がいい、有吉さんにどうしても、うん、どうしても聞きたいことがあります、うん、鼻くそはどの指でほじりますか。今聞くことか。いや、こいつらもうバシバシ食うね。バシバシ。聞く？いやいや、なんで一番言いにくいことみたいな。聞く？いや、聞かないですけど。聞かないですけど。だってさ、鼻くそをほじります？うん、って普通言う、うん、まあ、社会人が言わない、言わない、その初めて会った会社の取引先の人に、いや言わないです、まして芸能人には。何これ、どの指でほじりますか、まあ、確かに厳しいかもしれないですね。小指です。答えてくれた、答えてくれたよ。なんて寛大な、何でも答えてくれますよ、有吉さんは、うん、ああ、ラジオネームラッパーザキバチョフ、有吉さん、いい加減俺たちくらいにはちゃんと聞かせてくれよ、はい、本当なんだか嘘なんだかわからない状態続いてな、うん、ゲスナーたちもものすごく戸惑ってるぞ、うん、だから正直俺の質問答えてくれよ、うん、おちんあい、おちんあいを取った後にできた出来物、あれ結局イボだったのか、それともやっぱりニキビだったのか。いや、違う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 、社会を知らないのよ。いや、だからこれは僕もう言いましたけど、はい、まあ、チンチンのチンチン根元のところに、まあね、ちょっと固形物があって、はい、なんだろうなってちょっと当分気にしてて、はい、まああまりの不安に駆られて、うん、お医者さんに行って、まあ液体窒素ぶっかけられて本当ですか、取ったんだけど、うん、イボです。さらっと答えたな、さらっと答えたな。今日有吉さん何でも答えてくれたの、ね、答えてくれました。ね、あとはね、あとはね、そんなに質問が来てるの、珍しく、ね、まあ、何でもいいんですけどね、うん、どれ、どれだ、やっぱこうね、突っ込んだ、どれ、いや、ね、そうですね、加山雄三さんへのメールが多くて、加山さんはいらっしゃるのかな、今、ちょっと今アドレス言っときますか、今の趣旨に沿ったやつをちょっと、アドレスちょっと言っときましょう、ね、はい、有吉さん、ひろゆきのサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer です。スマホタブレット用の無料アプリ JFN パークをダウンロードして、サンデーナイトドリーマーのサイトからもメッセージ送ったり番組情報を確認できます。うん、じゃあまあこれか、じゃあそういうことか。ラジオネームなおちゃんともちゃん、有吉さん、歌舞伎町にあるキラカンさんの火曜居酒屋カンちゃんが27日閉店しました。生前尾崎豊さんのお気に入りのカレーがあったりステージが常設されており、キラーカンさんの歌を聴くこともできる人気店でした。カンさんの喉の調子が悪くなり潮時だと思い閉店に踏み切ったとのこと、残念です。歌えなくなったから、なお9月14日から大久保にステージのない居酒屋カンちゃんとして再び営業されるそうです。おいカン、いや小沢確かに変顔で歌うの見れない、残念だけど、それはな、移転って言うんだよ。それ衝撃ですけど、そうね、西武線ね、うん、あそこでよく見るわ。まあそんな感じですかね、うん、まあだからとりあえず私の新聞報道、なんか熱愛とかね、はいはいはい、妊娠だとか結婚っていうのはまあ、はい、本当に全くないことなんで、はい、これがね、うん、何とも言いようがないですよね、だからね、あ、そうなんですね、全くないことなのでっていうことでしかないんですよね。 あと加山さんにお任せしていいですか。いやまあ年に一度なんでね、今週まで言ってみよう。もういいよ、いいよ。Stay Night Dreamer Live On Air。Sunday
さあ、というわけで今夜のメールテーマ、これが私の好きな道ということで、皆さんのね使ってる道とか通学路とかね好きな道路なんていうものを聞いておりま す。結構迷い込ん、今ポケモン GO とかで迷い込んで新しい道とか歩くかもしれない。そうだね、なんかそうだわ、でもそんなに細い道にはいいポケモンいないんだよねやっぱでっけえところにいるよね。なるほどそんなこともありつつですけれども、ラジオネーム走り熊福島 FM、 おい香山、谷村、1年ぶりだな今年もこのラジオをリハーサル代わりに使いやがって、去年より圧倒的に声が出てて震えたわそうだ、だんだん仕上がって、はい、なかなかねちょっとモノマネの本番はね、うん、もうすごいですか、うん、今日何にも知らずに聞いてる人マジでちょっと狂ってんのかっていや最初聞く人も多いと思うんですよ今日、はい、そうですかね、うん、なんかでもまあちょっと今日はまあちょっとそういう月なんでね、まあ、忙しいんでますますね申し訳ないですけど ね年に一度の24時間テレビ、ね、24時間テレビにね、うんうん、まあそうなんですよね、24時間テレビの日はちょっとこういう放送と届きてます、うん、まあそもそも言うことがあんまりないんでね、うん、ますます申し訳ないんですけども、うん、さあラジオネームいわり8分、これが何でか分かるか、オープニングから歌い続けた時間だよ香山ハゲ毎年証拠りもなく乱入してきやがって、何 CM またいでも歌ってんだ有吉を返せ谷村さんはまたいで歌ってないです谷村さんは先にお帰りになられて、ラジオネーム上がっちゃったんちゃんたけんす FM 福岡、おいわが、はい、香山さんがサライ歌ってる時にうるせえんだよ、てめえのせいで全く勃起できねえだろは黙って手拍子してろダボハゼなんでだよ、ほら歌を楽しみにしてる人多いから、いやそれ何人かはいらっしゃるでしょう、何人かはいらっしゃるじゃないんだよ、ほとんどの人が歌を聴きたがってるんだから、で勃起してたら何人かでしょ、勃起してる人はそれは、まあなまあ100人単位だろうけど多いなそれだったらすいません、それはそうです、そうごめんなさい、ラジオネーム稲葉の白うなぎ FM サイン、僕は国道マニアです、お国道の逆三角形の看板通称おにぎり見るとワクワクします、そう誰好きな国道は国道9号線、京都から鳥取などの山陰を通り下関の終点に続く道、これが大好きです、ラブホもたくさんあります詳しい人いるねこれね、すごい、いや面白いよ、ね、国道マニアなんですね、やっぱね、うん、こうやって童貞は童貞でやっぱりいろいろ調べてくれる、童貞で決めんだよ通称おにぎりは誰が呼んでんのこれ、いやマニアはこう呼ぶんだよね、マニアの中ではそう言われてるんですかね、そうじゃない、ラジオネーム東北自動車道、これだってラジオネームからしても以前からそうです、ね、待ってましたのメールで、 FM 都市、これはもう多分相当な情報があると思いますけどね、はい、僕は渋谷方面の国道246号線から内堀通りに入る三宅坂交差点のところがとても大好きです、下り坂を降りて皇居のところにたどり着く感じがとても爽快感があって好きです、これ俺と全く一緒だわ、いや東北じゃねえんだろこいつ東京の道だけど俺この246の、はいはいはい、内堀通り、ちょうどだからこの半蔵門の周辺の道ですよ、これ気持ちいいんだ、あの車線多くてね、あ4車線ぐらいあってね、はいはい、結構そんなに渋滞することもないしね、はいはい、結構東京の中ではすごい、いや、あのいい道路ですよ、好きな、はい、いきますか1曲、はい、じゃあ改めて聴いていただきましょう、はい、香山雄三で光神丸さあこの時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、こんばんは、香山雄三の、はい、オールナイト、香山雄三のサンデーオールナイトリサイタル
通称有吉弘行の3年目のドリーマーでございます。東京半蔵門 JFA スタジオから生放送。はい、今月のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。はい、はい、じゃあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。はい、はい、ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。加山雄三、本当はラップがやりたいんだよ。本当はラップをやるなんだ。本当におっしゃったんですか。加山雄三さんがかなり前に雑誌のインタビューで、かなり前に加山雄三さんの、まあ今週見つけたということでね、はい、かなり前に雑誌のインタビューで、僕はすげえラップが好きなの、見えないだろ、でもいいんだよ。いや、いいんだよ。それがよ。それがよ。と、ラップ好きをカミングアウトしました。違うから。いや、すごいな。ケツメイシの曲ばかり聴いていたとも語っています。桜舞い散る中に、その先を食と、すごいですね。ケツメイシ好きなんですか。大好きだね。ケツメイシも好きだしね。うん、女のケツも大好きだよ。それちょっとよくわかんないですけど。なんだ、浸透したのか。金村谷村さんは笑ってくれるんでしょうけど、谷村さんは言ってくれるんで、いや、これあれだけど、まあ有名な話だけど、ほら、加山雄三さん、バイオハザードがめちゃめちゃうまいっていうね。はいはいはい、ゲーム、そうですね、バイオハザードのあのナイフだけで 全ステージクリアできるっていうぐらいの腕前の持ち主です。本当にそうなんですよ、すごいうまい。だから、そのまあ海とか船とかばっかりのイメージあるし、まあちょっとまあもう80歳ぐらいになられてますから、ちょっとそういうのはあんまり やらないかなと思うんですけど、めちゃめちゃ若いのよ、いろんなことを興味持ってて。うまいよなんて20年ぐらい前ですか。それでもう60歳ぐらいの時、それでバイオ極めてるぐらいですしね。でラップでしょ、まだまだすごいよ。ちょっと更新丸のラップバージョン出るかもしれないよ、来年ぐらいに。いや、確かに見たいですけどね。江ノ島目先、大島越えて、新島敷根、三宅島まで、セーラー、更新丸よ。サビは残す。サビは残す。いや、なかなかね、素晴らしいですよね。さあ、続いて。はい、続いてはこのニュース。ふんどし女子、密かに増殖。ふんどし女子って言ってる段階で、お前もう、あの、鼻息荒くなってたぞ。いや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 、まあ。いやいやいや、それも、まあ。まあ、嫌いではないですけれども。冷静になれよ。はい。よし。わかりました。圧迫感が少なく、通気性がいいことや、デザインがおしゃれな女性用ふんどしが増えたことか。また笑っちゃった。すみません。興奮するんだって。はい。ニュース伝えて。そうですね。はい。ふんどしを愛用するふんどし女子が増えているそうです。ちょ、意識しちゃうとダメです。はいはい、女性向けふんどしは、ねじられた紐をお尻にキュッと締め込んだ六尺ふんどしではなく、うん、お腹の前で生地が二重になる越中ふんどしや、うん、短い布の前後に紐を通し脇で結ぶもっこふんどしが主流と言われています。だからまあ、いわゆる男がギュッと締めるやつじゃないってことね。でもちょっとなんか前掛けみたいになる感じだったりとか、ちょっと緩い感じのビキニみたいな感じになる形ですよね。だから、まあ、いわゆるもう僕らがまだ子供の頃になんかの番組で見たことあるようなノーパン喫茶みたいなね、ノーパン喫茶みたいな感じで、ちょっとノーパン喫茶セクシーな短い前掛けをしているっていうような感じですかね。はあ、なんかふんどしって毎年毎年さ、さあ今年も三越であのふんどしが販売されました、なんか密かな人気を呼んでおりますみたいな毎年聞くけどさ、周りにいないよね。いない、まあ、なかなか合わないみたいな。だからやっぱり密かなブームなんだろうな。爆発的ヒットとまではまだ行ってないってことでしょ。普通に履いてるってことなんですかね。これいや履いてる人いいんじゃない。だって涼しいな、涼しいだろうからな、確かにな。履いてみたらいいんだよな、だからな。でもやっぱ手間よね、やっぱパンツに比べると。そうそうそう、上はさらしいってことなんですかね。じゃあ上ブラジャーするんじゃないの。上半身だと思いますよ。ブラジャーとふんどしはおかしいか。いや、さらしはさらし。上半身どうすんの。一旦 CM。 Day Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.
www.jfn.com/dreamer. Stay night dreamer.さあ、続いて引き続きニュースですか。はい、はい、続いてはこのニュース。キム・カーダシアンとケイティ・ペリー盗み癖。マジ？スーパーセレブのキム・カーダシアンとケイティ・ペリーがホテルの備品を盗んでしまう癖があることを告白しました。逮捕しろ。キム・カーダシアンは、私お気に入りの宿泊先からローブを取っちゃうのよ。例えばドバイのホテルアトランティスやビバリーヒルズのモンタージュなどよ、この2つのホテルには最高のローブが置いてあるわとブログに綴り、ケイティ・ペリーは、私どの宿泊先からも枕を盗んじゃうの。17歳の時日本にある超高級ホテルに行ったの。そこで全てを盗んじゃったわ。ナスな国から。そこから物を盗む癖が始まったのよと語っています。語っていますじゃない、何やってんだこいつらは。すごいな、金持ちだったら何でもありか。許されてるってことなんですかね。結構なんか日本でもなんかタレントがガキの頃万引きしたんですよみたいな話しててめちゃめちゃ怒られてたこととか禁止になったりとかあったな、ね、ありました、ありました、はい、これはこれこれダメだろ、そうそう、枕、うん、ダメ、ね、どうしてんだろうね。後で金払えばいいでしょみたいなもんなのかね。ああ、それあ払うわよっていう、それダメよ。じゃあ買えないじゃんの。まあそうなんですよね。どうしても欲しいからこれ売ってくださいって言えば、まあ言えばそうですよね、言えばまだその話の進みはあるだけど、盗んどいて後でえは金あのうちの枕はい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 金はい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 どうぞ。いやいやはい、どうぞ。いや、気悪いわ。めちゃめちゃ嫌じゃん。本当かね。枕とか、いや、なんかそういう、なんか、アメニティみたいな、うん、歯ブラシ、歯ブラシぐらいだったのか、うん、スリッパとか。スリッパでもいけないんじゃない、あれ。あ、ダメなの。いや、今、まあ、それビジネスホテルのなんか使い捨てるやつとかはあるけどさ、発泡みたいなやつね。まあまああれはいい。お前まさかやってんじゃないのかな。やってないですよ。本当？言い方と顔よ。なんかたまにバスローブ着て歩いてない？歩いてねえですよ。どこを歩いてねえですよっていうのがもう下手人だからホテル泊まれないですから、そんな感じないですから、はい、以上、はい、ニュースでございました。はい、はい、さあということでちょっと24時間テレビの情報なんかも来ておりますけどね。あ、はい、まあ、加山雄三さんまだね、あの武道館の方行ってらっしゃいますから、まあこれ9時台加山雄三さん多分お越しになると思いますけど、怖いですけどもね。一旦行って、そうですね、ラジオネーム S ロー FM 長野、有吉さん質問です。たった今24時間テレビに加山先生と谷村さんが出てきました。ああ、これは本物ですか、それとも影武者なんですか。テレビに映る加山先生の笑顔怖いです。そんなことないでしょ。これはあの実際の加山雄三さんだとは思われます。そうですね、思われますとしか言えない。影武者真実は分からない、いるかどうか分かんない、まあ、でもここであれだけ練習されてましたからね、うん、さぞあの伸びやかな声で歌ってらっしゃるんですけどね、ラジオネームだましやすけしん、アリーさん、ショーウェイの野郎が木にぶら下がってる蜂の巣を見つけて、蜂蜜が舐めたくなったのか、その蜂の巣をつついたら大量の蜂が出てきて、せっかく走ってきた道を U ターンして必死に逃げています。めちゃめちゃバカじゃん。どこにあるの。あ、出て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 静かでたけど今東京湾という現状でございます。翔英さんのね、現状もちょっと教えていただきたい、ね、今んとこ海と。さあ続いてコーナー、あいつこんなこと言ってましたリターンズ。はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいていた話を作ってもらう企画です。はい、はい、どうか、ラジオ三平、有吉さん、国産和牛の天敵こと寺門ジモンさん。確かにね。8月25日のブログに有吉さんと上島さんの微笑ましい写真を掲載してこんなことを言ってやがりました。テレビ番組の収録で有吉君と一緒になりました。テレビでは
テレビで有吉くんはリュウちゃんに対して冗談でおっさんとかポンコツといじってますが、やっぱり楽屋でも言ってました。かっこ笑い。有吉くん、ツイッターに写真あげてくれてありがとう。ちょいジモンとか言いながらピントは俺に合ってる。グー。おいジモン、こんなタイミングでこんな記事書くなんて、お前いいやつだな。後輩にも先輩にもメンバーにも嫌われてるし、空気読まずにシャシャリ出てくるし、バカだし、うるせえし、すぐ切れるし、ナルシストだし、ウォレットチェーンクソだせえし、そのうち飛騨牛の皮でスニーカー作りそうで怖いけど、なんか感動したわ。ブログのコメントたったの5件しか書き込まれてないけど頑張れよ。応援してっからなっていう。ね、なんかあれなんだね、ブログにやっぱり写真載せたいんだろうね。渡部さんとかもそうだけど、うん、あの、はい、結構一眼レフみたいなでっけえカメラ持っててさ、あ、ちょっとあれ写真撮ろう、写真撮らせてくれって言ったら、もう一眼レフ構えられてビビっちゃう。なんか緊張しちゃうってさ。こだわるな、結構ね、面白いね、あの人もね。ラジオネーム水亀座。有吉さん、今週発売された週刊プレイボーイにて、抱かれたい女性政治家ランキングなるものが掲載されていたのですが、例のあの自己顕示欲の強いあの方も入ってやがったので、ここに紹介します。お、1位、お、イタリアローマ市長ビルジニア・ラッチ38歳。ああ、そういうの。はい、2位、五輪担当大臣丸川珠代45歳。3位、参議院議員蓮舫48歳。4位、防衛大臣稲田朋美57歳。5位、東京都知事小池百合子64歳。 おいおばさん、5位だってよ。よかったじゃん。なんか苔みたいな色の服着て暑い中頑張ってたもんな。まあ俺はアナウンサー時代からおばさんのことあんまり好きじゃないけど、とりあえず風俗街の活性化だけはよろしく頼むぜ。おばさん、先週言われましたからね。おばさんよ、周りは。おばさんだなんてね、本当に小池さん落ちた。ご冗談がうまくて本当に、岡田さんに比べて非常にご冗談がお上手で。本当に笑っちゃいます。いいです、そんな。いや、本当に笑っちゃうわ。私のね、もう本当に小池グリーンのね、縄で首絞めちゃおうかしら。怖い怖い怖い。小池グリーンの縄って何？なんか帯とかなら分かるけど、縄って何だよ。ラジオネーム、カレーは混ぜない。ありがとう。僕らのマジ天使こと広瀬すずちゃんがツイッターで、さつまいもうへー幸せ大好きという文と一緒にさつまいもを持った自撮り写真を上げてやがりました。皆さん、さつまいもといえば連想されるのは何でしょうか。はい、そうです、おならです。我々は今、広瀬すずのおならをゲットできる千載一遇のチャンスに巡り合っているのです。この山を逃がすわけにはいきません。各自袋を持参し、JFN スタジオに集合しましょう。ゲットしたおならは嗅ぐもよし、味噌汁の出汁にするもよし、炭酸みたいに水に溶かすもよし。インチキウォーターこと川越達也プロデュース食品をも凌駕する万能調味料になることは間違いありません。では最後、我々ゲスラーに幸あれ。違うんだよ。チェーンフィールいるの？広瀬すず。来るとこ間違ってんじゃないの？やべえね。来んのかな？たまに来てんのかな？FM のラジオね。おならをビニールで捕まえようっていう発想さ、めちゃめちゃ幼稚だけどさ、それしかないよね。捕まえようと思ったらね、思いやがる手段残りますしね。うん、そう、しょうがないんだよな。でもな、そんなもんでな。確かに。うん、それ以外ない。アックスボンバーヘッド、アリエサ、独裁サイボーグこと加山雄三国家元首の野郎が
7月30日沢子の朝に出演をした際、こんな身の毛もよだつことを言ってやがりました。高校時代僕はね、なんで親父に説教された以来ね、いつか仕返ししてやろうと思ってね、家でボクシングの練習始めたんですよ。1年ぐらい経ったね、親父より背が高くなってきたからね、スパーリング申し入れたんです。ほんでね、顔面をねガーって殴ったらね、親父がダウンして鼻血がバーッと出たんですよ。おい、はははじゃねえよ。マジか。1年間独学でボクシングの練習する集中力もさることながら、躊躇なく親父の顔面殴れるって一体どんな神経だ。10代の頃にはもう両親でさえ加山を止められなかったというわけか。この時代に K-1 があれば、独立国家更新丸の国家元首という肩書きにワールドグランプリ覇者の称号が乗っかったんだな。すげえ。あげときます。バキのバキ、マジですげえ。ホント王賀とバキの戦いが究極の親子喧嘩というやつでございますかね。素晴らしいですね。ラジオネームプライドチキン、有吉さん、高須クリニック院長高須克也先生が、給与未払いを理由に試合をボイコットしようとしていた五輪サッカーナイジェリア代表に対し、独自の基金からボーナスを与えることを表明し、ボイコットを阻止してやがりました、うん、おいおい何やってんだ、ホーヒカットマン。2ヶ月前に俺が送ったツイッターのリプライそっちのけかよ。30代無職です。親からの仕送りでなんとか生計を立てているのですが、今月は握手券のため乃木坂46の CD を30枚ほど購入したため、もう残金がありません。先週から深夜になるとエグザイルみたいに真っ黒に焼けたこわもてのマッチョの借金取りが家に押しかけてくるようになりました。助けてください、お願いします。わざわざ長文送った、いや送っただろう。何俺様をガン無視してナイジェリアに金出してんだよ。お前みたいなやつなんか CM で乗ってるヘリから落ちろ。最後絶対落ちねえ。まあそんな感じでしょうか。一旦ブレイク出しましょう。 Day Night Dreamer Live on Air。さあというわけで、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、あっとすいません、加山雄三のですね、加山雄三のサンデーオールナイト、リサイタル、通称有吉弘行サンデーナイトドリーマー、1時間経過しようとしております。頭で2曲歌っただけですよね。いろいろメールありますけどね、ラジオネーム中田ルデナ、FM 岩手、有吉さん、加山さんが武道館でサライを歌い始めました。号泣のコンペイ師匠の後ろで谷村とにやけ顔で歌ってやがります。にやけ顔って言わない、笑顔というんだそれ。はい、そうね、ラジオネーム見えちゃうから、トキニンザブロー、FM 長野、有吉さん、現在アクアラインを走っている翔英さんですが、現在海ほたるパーキングエリアでアメリカンドッグ、唐揚げの串などの揚げ物バクバク食っています。いっぱい食べて明日もいっぱい頑張るぞって言ってます。こいつ多分ゴール明日だと思って。今日ですよ、今日の10時ですよ。時間の感覚、ラジオネーム拓よしろ、翔平さん情報です、はい、海からの方が早い、ショートカットだと叫びながら半蔵門に向かって泳いでいきましたが、うん、ポケットに入れているスルメのせいでサメがどんどん集まってます。翔平早く陸に上がる。海なんで海行っちゃう、トライアスロンになっちゃってるもんな、大変ですね、やばいことになっておりますけれどもね。どうだったんですかね、走り切ったんですかね、どうなんですかね、走り切ったんですかね、走ってらっしゃる、あ、ゴールした、大変者は無事ゴールされたということでね、よかったですね、そっちだけでもタイミングでね、そうなんです、これで大変者がね、その、ちゃんとゴールできなくて怪我でもあってリタイアでもされている時にね、加山さんのさ聞いてる場合じゃないからね。いや、良かったですよ、それはね。すごいね、50歳ぐらいだと思いますけどね。そうですよね。はい。
考えられないで105キロなんて、うん、膝死んじゃうでしょ俺らだったら。いや元から運動される方なんじゃないでしょ、そんな。あんだけ太ってらっしゃったからね。いや大変だな。あるぞ来年松崎。えいいじゃん、なんでちょっと間に受けるんだバカ。いや来たら受けますけど。受けるな言ってろビッグサイト。そうかそうかそうかじゃないんだよバカよさあというわけで9時台はちょっと加山雄三さんもいらっしゃってくれるとは思います。はい、はいはい、ご注意ください。ご注意ください気をつけてください、ね。はい、我々も気をつけます、そうですね、はい。さあということで一部の地域の方この時間でお別れでございますので、また来週もぜひぜひ聞いていただければと思っております。お相手有吉弘行とトップリード若と優しい雨松崎でした。この後も聞ける方引き続きお付き合いください。2016年8月28日日曜日、時刻夜9時を回ります。この時間からお聞きの皆様改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーでございますけどもね、ちょっとこの9時台から和歌山雄三さんにちょっと、ゲストにお越しいただいているということで、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますお願いしますお願いします、はい、ちょっとまあ一応メールがいろいろ来ております。ラジオネームまた下90センチ、有吉さんこんばんは、今日は私の誕生日です。しかし私は毎年誕生日が来た嬉しさと、いつ加山雄三に世界を征服されるかもしれないという恐怖同時に味わっていますなので私がサンドリを聞き始めた2012年からの加山雄三スペシャルの記憶をできるだけまとめてみましたと。2012年、はい、アシスタントインスタントジョンソン杉こと体元気、有吉さんがサライを歌い文句のメールが多数、しかしあまりにも似ている歌声でゲスナーたちは加山雄三が半蔵門にいると勘違い2013年アシスタント優しい雨吉本と優しい雨吉本と松崎ことシークレットファニーボーイ、初めてオープニングで加山雄三さんと谷村新司さんが生でサライを熱唱、加山雄三の抱きたい相手はデヴィ夫人ソープとデリヘルを経営と告白2014年アシスタントは2年連続優しい雨、今年も、戦艦甲信丸国家元首に進化した加山雄三と谷村新司さんが生さらいを披露、有吉さんが加山雄三の暗殺を公言するも失敗立ち向かっていったんですけどね、そうだね、そうだね、ドタタ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 殺されました。日本と思ってあの立ち向かってきたんですけどね、ありました。2015年アシスタントトップリード和賀、そして優しい雨松崎、加山と谷村さんが3年連続で生さらい熱唱、兵器の山死体の山殺戮の加山がキャッチフレーズさあ2016年どんな傍若無人ぶりを見せてくれるのか不安でいっぱいです、有吉さんお願いします、この暴走を止めてくださいという、いつもいつも協力してもらってますけどね、はい、いや加山さんいつもありがとうございます。 ありがとういやいやあなたなんだよ敵は元凶あなたを怖がってんだよ。加山、さんにいっぱいメール届いておりますので、ちょっといろいろと読んでもいいですかね。はい、あどうも、ラジオネーム走り熊、おい加山、お前がどんなにな恐ろしいことを言おうがな、俺は高台にある家の中でこのラジオ聞いてるから安全なんだよ。水の上でしか身動きが取れないお前なんか怖くねえんだよ。ずっと大好きなな海の上で船長ごっこでもしたろ。我が戦艦甲信丸は水陸両用となりましたなりましたお前の家をお前の家の住所を限定しましたそんなものまで今すぐ向かって集中砲火します逃げて逃げて逃げてもう住所書いたでしょこのメールに住所書いたでしょ書くから Go to home あサイン出されたこの一言で多分甲子丸動くんだラジオネーム
須磨田又蔵加山国家元首恐れ多いのですが、陳平さんこと谷村新司さんを返してください。テレビでも見ることはなくなり、甲信丸の中で首輪をつながれ、陳平さんはラジオを収録しているみたいですが、私は一日も早く陳平さんのコンサートに行ける平和な日本を夢見ています。日本国と我が戦艦甲信丸の細い糸は陳平だけだ。そうだったんだ。そうだったんだ。陳平を返せば、うん、何の連絡手段もなくなるぞ。それでいいのか。なるほど。あ、そうかそうか。そうだ、陳平。頑張ります。どういう気持ちなんですか、陳平さん。陳平さん。谷村さん、どういう気持ちで、はい、でどういう気持ちで、その、甲信丸にいられてるのか。楽しくやってます。いや、本当かな。ありがとう。じゃあ、しょうがないですね。ずよ、キンキン。いや、キングオブキングスじゃないです。なんで会話で歌ったんだ、チャンピオン。加山雄三さん、彼こそは、よっけっけ。いや、キングオブキングスじゃないよ。キングオブキングスじゃないんだよ。会話でチャンピオン歌うなって。谷村さん。ラジオネーム、満腹せいなり。加山さんが一番最近おかずにした有名人。教えてください。おい、リューチェル。リューチェル可愛いね、彼女は。いやー、そっか、素敵、とても素敵な。ああ昔鈴木ランランちゃん好きだったからね。ちょっとちょうどなんか鈴木ランちゃんランランちゃんの若い頃なので、あのいつもついつい反応してしまう。あ、そう、いや男性ですよなあ、チンペ。はい、言わされてんじゃねえか。言わされてんじゃねえか。教えてあげてください、谷村さん。谷村さん知ってるでしょ。いやー、加山さんはオナニーの勇気。そうなるとわけわかんない。だってオナニーのチャンピオンってよ。なんなんだよ、オナニーのキングオブキングス。わけわかんない。ラジオネーム走り熊。加山さん、質問です。今期好きなアニメは何ですか。まあ、これはもう60年ぐらい連続でノラクロだね。まだ見てんの。もう随分テープがな、ね、伸びちゃったね。もう何言ってるか分かんないけどね。VHS すらないじゃないですかね。ノラクロの時代に。さあ、ということで、もっといいアニメありますよ。今夜のメールテーマ、一応これが私の好きな道ということで、そうなんです、ね、道の情報を教えてください。ね、はい、よろしくお願いします。一旦ブレイクいたします。Stay Night Dreamer Live on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、ということで、今日のメールテーマはね、これが私の好きな道でございます。はい、ラジオの加山親衛隊 FM 参入。親衛隊いるのか。有吉さん、僕の好きな道は島根県の国道9号線です。昔懐かしのうどんやラーメンの自販機が設置してあるドライブインが今でも残っており、さらに日本海沿いということもあり、かなり景色もいいです。腹減ったし、久しぶりに、外に出てドライブインでうどんでも食べてこようって。田舎のドライブインっていいよね、結構ね。9号線人気ですね。9号線そうだね、人気あるね。いいのかね。なんか、ラジオの FJ59FM 岡山。私のお気に入りの道は岡山県の県道47号線。岡山県倉敷市と岡山県の笠岡市の間の海岸線を結ぶ道です。曲がりくねりながらのどかな瀬戸内海を横目に爽快にドライブする
ことができます。少し落ち込んだ時一人でドライブするとまた頑張ろうと思えるいい道ですね、とめちゃめちゃいいメール来たな。笠かし、はい、わかります？広島だと、いやわからないけど多分あの辺だよ、あのなんかカブトガニとかがいるあたりだよ。なんか岡山県の方ね。あー気持ちいいなーって走っててカブトガニうじゃうじゃいたらちょっと怖いよ。いや怖いよ怖いよ全然切れちゃうわ怖いね、すごいですね、はい。さあそしてあ道ということでこんな情報もラジオのグドンなグドン、え有吉さん翔英さん情報です。海から上がった翔英の下半身は完全にサメに食われている状態でどう考えてもマラソン継続できるように見えないのですが、まだ走れると息巻いて血をダラダラ流しながら半蔵門を走り始めました。もういい休め翔英。半蔵門に来たんだ、うん、食われな翔英さん頑張ってください。伝わるかな届くかな頑張りでどうにもならないですね。頑張ってじゃない頑張ってじゃないよ止めなさいよ喋り食われてんだから走らせるんじゃないよ。まあ結構あのあるがねアメリカドラマとかでよくおなじみのあのこれサメに食われたように見えるけど実は幻覚だったみたいなパターンもあるからね。ああなんかいろんなこっちがそうこっちが幻覚見てるだけの可能性もありますから、それはもうありますからね。そうそう簡単に信じることはできませんよ。ああそれは頑張らす頑張ってもらわないと。じゃあもう半蔵門にいるかどうかもね。続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか有吉さんが分かる分からないで判定していきます。はい。誰が有吉さんですね。ご案内。あれ加山さん。あれ加山さんが呼ぶ。加山さんが呼ぶ。はい。いすいません加山さん、ちょっとあの今コーナーやるんで。はい。結構ちゃんと聞いてくれます、ね。言ったら分かんないかもしれないですけどね、もうちょっとお付き合いください。はいはい、ラジオネーム車にボビー。青い優と黒木春に。変わる変わる左右の耳元でクズと小声で囁かれたい。あまあいいかもな、まあ、それはいいかもね、まあ、まあこれめちゃめちゃシンプルだね。そうですね、うん、こういうコーナーです。そう、ね、そうだね、はい、久々に来たシンプルなやついいですね、はい、いや初めて来たともういるかもしれない。そうラジオネーム弟子の正彦、川口春奈ちゃんに炭酸強めのサイダーくださいとお願いすると春奈ちゃんはサイダーとつぶやき俺の喉仏を親指と人差し指で挟み握りつぶす。白目を向いて泡吹いて痙攣しながらクソとしょんべんたっぷり漏らしてついでに射精したい。バカじゃん。何サイダーの話どこ行ったんだサイダーなんだろうな。川口アルナちゃんのサイダーって何なの言い方でしょ。川口アルナちゃんじゃないぞ。それとヨロリサイダーそうでしょ。川口チンペイさんに読ませヨロリサイダーサイダーで川口アルナちゃんだろうな。なんで今谷村さん入ってくるんですか。チンペイ出てきちゃうんだ。チンペイあげときましょう。あげるんかい。ラジオネームエモペ、広瀬すずちゃんがお相撲見に行きたいなというので俺は気分だけでも味わってもらおうと空気を入れて空気入れを使ってアナルに空気を送りパッパンに自分を膨らませて朝青龍そっくりになる。そしてごちそうさまですと言って広瀬すずちゃんを喜ばせようとするも口を開けたら空気が逃げてしまうので口を閉じ鼻の穴を手で押さえお尻の穴もキュッと閉めて広瀬すずちゃんが満足するまで朝青龍をキープし続けた。何言ってんだよ。いじめられ方だよ。何でもない。わかんねえよ。口から空気入れりゃいいじゃん。いちいち、アナルから入れる。こいつは。腸が近いから。お腹が出るから、ね。口の方がいいよ、ね。ああ、面白い。これあげよう。パン。大丈夫です。長っそ。突然の夕立に振られ、
廃屋の軒先で雨宿りをしていると、向こうから小走りで女性がやってくる。ああ、ここよろしいかしら。声をかけてきたのは木村多江さん。ああはい、どうぞ。僕は突然の出来事に驚きぶっきらぼうに答えてしまう。先ほどの態度の手前、気安く話しかけられず、昔をよそいつつ、うっすら透けた服や濡れた髪が張り付いたうなじを気づかれないようちらっと見てはドキドキ。そんなお互い無言のまま、雨音だけが聞こえる穏やかな時間を過ごしていると、いつしか雨が上がる。名残惜しさを感じつつ、軒下から出て軽く会釈をして歩き出そうとする多江さんが、すれ違いざま、あんまりエッチな目で女性を見ちゃダメよと耳元でささやき、僕の股間を軽くひと撫でして去っていく。雨上がりの青空と同じように澄んだ気持ちを胸に、とんでもない量の射精でびちょびちょになったパンツを公園で洗いたい。公園で洗いたいがメイン。どこ行ったんだ今までの文学性、必死の精一杯の文学性は。いやいや、よかったですね。よかったのにな。いろんな気がしてあげた。最後ひどく。どうしてで、家で。で行っちゃってるからね。家で洗えよ。うん、ラジオネームね、急騰流。幼なじみの筧美和子ちゃんとお医者さんごっこをしている僕。もうろくでもなさそうだな。その流れで美和子ちゃんに直腸検査をしてもらっていると、美和子ちゃんは勢い余って、肘の部分まで腕をアナルに入れてしまう。美和子ちゃんは、あっと声を漏らし、慌てて腕を抜こうとするが、肉付きのいい腕は大腸に引っかかってしまい、そのまま大腸を一緒にズルズルと引き抜いてしまう。お腹がスースーする俺は嫌な予感がしたので、美和子ちゃんの顔を見ずに、あ、なんかあったと聞くと、美和子ちゃんは引き抜いた大腸をベッドの下に隠し、ううん、なんでもない、それよりオセロしようか、早くオセロしようと話をそらし、この一連の流れをなかったことにされ、二人で仲良くオセロしたい。なんでだよ、なんでだよ。十分だよ、お医者さんごっこの妄想。めちゃめちゃもうアメリカのさ、 B 級あのホラーじゃん。バタリアンとか超が出てる、超出てるって。これいいよ、エンジェルあげるよ。じゃあパンつながってるだろう絶対。いや面白いな。ラジオネームエモペ、加山雄三と能年レナちゃんことのんちゃんが決闘をすることになり、お嬢ちゃん、悪いこと言わないから降参するんだな、と見下した態度を取る加山雄三に、おめえ誰だ、ぶち殺すぞ俺と殴りかかるのんちゃんだったが、光進丸の装甲はとても頑丈でびくともしない。お嬢ちゃん元気だね。それじゃあ光進丸の本当の力を特別に見せてあげよう、と言ったところで、俺が、加山やめろと制裁に入るも、のんちゃんに、おめえ邪魔すんじゃねえと叱られているところを加山雄三に、ふふ、彼氏くんの登場かい、青春だね、と笑われてしまい、のんちゃんに、おめえ俺はこんな奴のことなんて好きじゃねえと照れて顔を真っ赤にしてほしい。加山さん関係ないよ、ね、いつまでアマちゃんの脳年出ない。都会の子でしょあれ。でしょうって、おそらくドラゴンボールの父みたいでしょ。そうだよ、本当だな。ラジオネーム美和乱調にあり、公園で鳩に餌をあげていたら白いビキニを着た深田恭子がやってきた。どうして乳首の部分めがけて豆鉄砲を発射したら、あのキョトン顔をかましてきたので、興奮しながらも続けていたら、動物愛護団体のシーシェパードに頭を打ち抜かれ、
クジラのように血死を噴出し、その血をすくい取り、死ぬ間際ベンチにフカキョンの足のサイズ有吉より大きいというダイイングメッセージ残したい。いろいろ出てきたから、ね、なんでシーシェパード出てくるの。深田恭平26とかね、噂あり、ね、そうなの、ね、私はなんていうか25センチか。言っちゃい、うん、どうしよう、一旦ブレイクしていいかな。はい、スネイナイツドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けをしております有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜のメールでもいろいろ来ておりますけれども、ラジオネーム、お皿が乾くの3時間 FM 群馬。おいチンペイ、目を覚ませ。お前加山に洗脳されてんだ。ヒゲを剃れば治るから早く剃れ。洗脳の証だったの、あのヒゲ。ヒゲ剃ったら命がなくなる。これ本当、嘘ない。ヒゲ剃ったら命なくなる。原始人かなんで片言になっちゃったの。なんで原始人だ。俺なくなるじゃない。そんな人じゃない。もう洗脳の証だよ。ラジオネーム、ホバーハンド FM 佐賀。おい加山、光進丸は水陸両用、笑わせんな。俺はアメリカ国防省の人間だ。制空権は我が米国の無人爆撃機プレデターが握っている。3秒以内に武装蜂起をしなさい。3、2、あれ違う、バーン。はあ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 。あれ、負けた、国防総省負けたのか。国防総省が。ラジオネーム、むずみ後輩。爆撃された。おい加山、俺は今飛行機の中にいる。水陸両用といえどもさすがに高度1万メートル来れないだろう。悔しかったらここまで来てみろ。おいゴジラやっちまえ。ゴジラ、ゴジラ。嘘。わあ、ゴジラ加山さんのだった。くそー。大丈夫、買ってたんだ。ザキミヤニーと FM な、FM 宮崎。加山さん、池袋のオッパブに通ってるって本当ですか。答えてください加山さん。これは参ったら言わないでくれよ。本当だった。帰ってた。通ってた。いや、いいんですよ。通ってないって言っても別に。加山さん。ついてもいいですから。ラジオネーム黒羊。FM 群馬。昨年はアイバンちゃん。今年はリューチェル。そうでした。実は男性なタレントお気に入りの加山さんですが、加山さんに抱かれるためにはどうしたらいいのでしょうか。いや、それ知らなかったからびっくりした。そうなんです、リューチェル男性ですよ。そうかそうか、ちょっとやっぱりたまには派手な子がいいなと思うからね。そう思うけど、まあ、あの本当の意味で私に抱かれたければ、あの薄い薄い紅を塗っておいで。昭和の人間だな。昭和のね。曲いこう。うん、はい、では曲いきましょう。この海を愛する国家元首の名曲でございます。加山雄三、海その愛。海に抱かれて。
send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。さあ、東京ハンズも JFN スタジオから有吉弘行とトップリード若と優しい雨松崎がお送りしています。私もいます。ああ、そう、ちゃんと紹介しないと。ああ、よろしくお願いします。すいません。はい。加山さんもいます。谷村さんも。あ、います。あ、もう締められちゃう。締められちゃう。首輪がギュッてなっちゃう。続いて、サム・スミス。グラミー賞を受賞したサム・スミスの名曲に乗せてスピーチしてもらってます。はい。ラジオネーム、エモペイ。パチンコ、競馬、競艇、最近だと宝くじ。俺はいわゆるギャンブラー。腕はないが度胸はある。そして今年だけですでに収入の2倍は負けてて、返済の目処は立ってない。笑いたきゃ笑えよ。俺は今気分がいいんだ。なんせ数年ぶりに友達ができたんだ。最高だろ。俺は、彼は俺の一回りほど年が離れているし、前歯もなければ家もない。それでも嬉しかった。そんな友達との出会いはパチ屋の前の牛丼屋。久しぶりに大勝ちした俺はアホみたいにうまいうなぎを食べていると、なあ兄ちゃん、あんたすごいな、いくら買ったんだ。彼が声をかけてきたんだ。いや本当に嬉しかった。久しぶりに褒められたんだから俺泣きそうだったよ。だから俺は、おっさん、うなぎ食うか、これうめえぞ。すると予想外の返答が。おい兄ちゃんは株やってねえのか。今その金貸してくれたら5倍、いや50倍にしてやるよ。あなたには心から信頼できる友達がいますか。俺にはいます。騙されてると思うよ。いますって言ってるから騙されてるよ。それ一番だからね。まあ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 、ね、友達が一番。まあそうだけど、あんまね、友達信用するのもどうね。うん、怖い時もありますから。ラジオネーム、騙しやすけしん。何か困ったことがあったら先生に言ってこい。すぐみんなの元に駆けつけるから。卒業式の日にそう言ってくれた先生、俺はこの前久しぶりにその先生に電話をした。俺が自分の名前を名乗ると先生は、え、そんなやついたっけと言ったね。覚えられてないのも無理はない、そう思ったが、一応学生時代のあだ名、ナイスバディ、ナイスバディ原人名乗ると、あああのクソデブのナイスバディゲンジンか。なんだどうかした。あだ名で呼ぶなよ。俺は人生で初めてのバイトとしてピザのピザの配達をしていること、そのバイトで店を出てから2時間経つけど配達先の家が見つからないこと、バイクの燃料がなくなったこと、そんな時に卒業式の日の先生の言葉を思い出したことを説明した。いやお前それを俺にどうしろってんだよ。本当ダメだな、ナイスバディ原人は。俺よりバイト先に電話しろ。そう言って久しぶりの会話は終わった。その後俺はバイトをクビになり、今は家でポケモン GO をやってる。先生にお礼の電話をしようとしたら着信拒否されていたから、ここで一言言わせてくれ、ありがとう。なんでみんな口聞いてくれたりすると、それだけでちゃハードルが低すぎるよ。ひどい目に遭ってるだろう。なんだろう。ラジオネーム、カレーは混ぜない。24時間テレビか。24時間っていうと俺の今までの総労働時間をはるかに超えてる。コンビニでの人生初バイト日、ちょうど宇野勝のヘディング事件が起こって
友達の中で俺だけ話題に乗れなかったのがトラウマになってな。それ以来テレビから離れるのが怖くなっちゃって今に至るんだ。愛、これが私の生きる道か。なんかよくわかんないし、母さんが買ってきた履歴書にキャベツ太郎を広げて食って寝ます。いくつなんだよ。相当俺らと一緒ぐらい、俺と一緒やんか多分。中日の宇野選手が、うん、そうですね、ショートフライ頭にぶつけちゃったってやつね、チンプレーの王道のチンプレーのやつでしたけどね、素晴らしいですね。さあ続いてはだよな。最後にだよなが付いてれば何でも OK、 まあだよなで締めていただければ何でも OK でございます。はい、ラジオネーム日本語ラップ。ジムに通ってるおばさんで頑張ってる人見たことないんだよな。井戸端会議っていうね、あ、まあ、側面もあるんでしょうね、それはね。あ、そうずっと喋ってるんだじゃん。まあでもだって自分、まあでも50だ60だのおばさんがバン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 走っててもな、ちょっと怖いっちゃ怖いな、無理しないでよと思うしな。心配になりますね。さあゆっくりしてるぐらいの方がなんか安心はしますよね。ラジオネーム日本語ラップ。ネックレスしてる人全員怖く見えるんだよな。未だに男男性がね、うん、ちょっと金のね、金服みたいなやつわかりますね。確かにそんなことないけどね、さすがに。ラジオネーム七ボーイ。私子供好きなんだよねって言ったのに俺と子作りするのは嫌がるんだよな。そういうことじゃないからね、また難しいな。ラジオネーム時任三郎。武蔵小杉の飲み屋街でチャラついた集団に殴られたんだけど、中目黒から一本だし、多分あれ LDH の誰かの仕業だと思うんだよ。エグザイル武蔵小杉で飲んでるイメージないだろ。なんで一旦武蔵小杉行くんだ。ラジオネームエモペ。バイト先の売り上げほどどうでもいいものないんだよな。わかるな。そうかな、そうだよね。だからね、俺ね、二十歳の時にね、下北沢のステーキ屋さんで働いてた時ね、うん、マスターがね、ある程度のね、金額売り上げね、ちゃんと教えてくれんのよ。今日はいくらだったとか、はいはいはい、今日は4万8千いくらだとか、うん、今日10万いったぞとか、いろいろ教えてくれて、うん、何万か超えたら、ボーナス出してくれるのよ、その日に。1000円だったり2000円だったりとか。めちゃめちゃだから頑張ったよ。売り上げ上がれそうそう。株上がれじゃない。小渕総理みたいな感じ。まあいろいろあるだろうね。それはそれはコンビニでそういうわけにもいかないだろうしね。まあそれは個人経営の店だからっていう、まあいろんなやり方もあるんだろうけど。いやでもちょっと普通はそうだよな。そうですね、いくらだろうと別に時給変わんないわけだからな、うん、いやそれは忙しくない方がいいぐらいだろうな。そりゃそうね、やっぱカラオケボックスだもんな。そりゃそうですよ。頑張れよ、貢献してあげろよ。もっとお客さん満室にしないとって言われても困るんですよ。最悪だな本当に。この人数でとかもあるだろうしな。ラジオネームラッパーザキバチョフ。履歴書は一切書けないけどAV のレビューだけは何時間でもかけちゃうんだよな。才能だぞお前。めちゃめちゃすげえ才能だから、なんかそれ仕事に生かした方がいい。確かに。ラジオのサンチョ。みんながコーヒー頼むから俺も頼むけど、だいたいその日の夜お腹壊すんだよな。いいよ、紅茶飲みなよ。そうそう、受け付けてないのよ。なんかその、うん、俺らでも気づかないからさ、症状が軽いから気づかないけど、そういうアレルギーチェックするといろんなもんアレルギーだって言うからね、人ってね。ああ、だからやっぱりちょっとまあそういうのあるだろうね。カノエイコなんて一番かわいそうだね。ご飯もアレルギーで、お米もパンもダメなんだぜ。何アレルギーないものっつったら、肉と魚ですって。肉と魚だけアレルギーないんだって、でもそれでお米は食べれないってことですね。あとはでもほとんどのもアレルギーあるんだよ。だからまあそれは症状がね、強くなかったり弱かったりするからそれぞれなんだけど、かわいそうだな。麺とかもダメ、麺もダメな、小麦もダメな、小麦もダメな、かわいそうだね。さ
さあ、というわけで以上かな。そんなもんでしょうか。一旦ブレイクします。Day, night, dreamer. Live on air.ありがとうありがとうありがとうな、いつも本当にありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、いつも応援ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、ストップ、そのラーメン、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうありがとうありがとうな、ラーメン禁止、禁止ラーメン、禁止禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、ラーメン禁止、禁止ラーメン、そのラーメン、ストップ、そのラーメン、ストップ、ダイエットソングみたいな、ストップ、そのラーメン、これね、CM みたいな、頭に浮かぶとラーメンをね我慢するっていうのあるかもしれない、なんだろうね、腹立つわ。じゃあ続いてのコーナー、ヒップホッパーでございます、はい、リスナーのライムにフリースタイルで対応しておりますけども、はいはいはい、じゃあこちらから、ラジオネームラッパーザキバチョフ、慶応大学卒業の加山雄三、勉強できない有吉まんじゅう、趣味が多彩な加山雄三、あなるいじりだけが趣味の有吉まんじゅう、家族もいて幸せな加山雄三、結婚ご報で今日も一人の有吉まんじゅう、仕事も私生活も加山は神、仕事以外は泥沼底辺暮らし、有吉と比べて加山雄三は最高、よ有吉最高、俺は応援してるぜ、有吉最高、有吉こそ神、私、加山も認める有吉。え？本当に最高。有吉、すごい。最高だぜ。なあ、チンペ。最高です。言わされてんだよ。チンペさんが。言わされちゃってもう。今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、ラッパーザキバジョフ。ラッパーザキバジョフ殺す。あ、やべえ。逃げて。殺す。逃げて。逃げて。逃げて。はいよ。棒。そこの、棒持ってこい。棒でいけんの棒でいけんの怖いな。次はいないですよ。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり。ねえ。ラジオネームですかね。有吉博之、マジリスペクト。MC もできて、大喜利も強い。見れば見るほどしけた面。裏打ちされた、豊富な知識と、ひけらかさない品の良さ。とぼけた面してくだらねえ。頭の回転、マジ早い。ありがとう。肝心な時ね、マジ噛まない。だけど、めちゃくちゃ口臭そう。賢くないと、バカはできない。俺たち世代の代弁者、ガールズバーの嫌われ者、それが有吉よ、いい加減しろ、乗せて落とし、乗せて落としやろ、ほんとに。めちゃめちゃうまいじゃん。やっとけ、そいつ。はい。ションベンやっとくわ。そんなのはない。ションベンパンないっすよ。そんなノベリティはない。ほんとによ、クソ野郎。なんだよ。はい、じゃあこちら、またラッパーザキバチョフ、すごいな、本当に偉そうに言ってる割に金玉顔、人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉顔、有吉イコール金玉、金玉イコール有吉だ、汚い顔、余白多い顔、しわくちゃの顔、どこからどう見ても金玉だ。整形して、金玉顔、変えろ。イエス、高須クリニックでも行ってろ。よ俺の金玉超最高。金玉の話じゃない。金玉顔の話だから。金玉は別にディスってないから。
俺の金玉が喋るぜ。金玉が喋る。俺の金玉が今から喋るぜ、聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぜ、今から聞いとろよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぜ、今から聞いとろよ。Yeah. こんにちは。こんにちは。なんだ、ちょっとだけ出てきて。こんにちはって。なんなんだ。読め。はい、続いて、ラジオネーム、また、美は乱調にあり。しつこいな、お前。もうだって、送ってくる。限定されてるじゃないか、毎回。最近。もうそろそろだぞ、本当に。はい、美は乱調にあり。ズルむけふにゃちん気持ち悪い。ガバガバアナルも気持ち悪い。ひどいぞ。見た目も思想も気持ち悪い。だから風俗嬢マジでリスペクト。俺はここに断言。有吉マジでモテん。近づく女金目当て。彼に結婚できたところで保険金かけ。飯に毒混ぜ。じわじわと殺して飛ぶぜハワイへ。よただのあの事件じゃねえかよ。恐ろしい恐ろしいあの毒婦の事件じゃねえか、そんなもん。恐ろしい。なんだ毒をちょろ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 入れて俺殺すって。ひどいな。これ、ビワランチョウにあるよ。本当にあれだな。警察呼ぼう。いや、ここに、加山さんがいるのに、警察沙汰にしちゃう。加山さん動かすまでもない。はっきり言った俺のな、はっきり言った俺のな、携帯はな、いざっていう時警察呼ぶためにあるんだぜ。俺な、俺の警察呼ぶっていうな、意気込み忘れんなよ、バカ野郎。おい、ビワランチョウにあり、警察呼んでるからな、すげえ。俺のな、携帯はな、いつだってな、110番にもうセットしてあるぜ。ちょんと触るだけで110番にかかるぞ。ビビってんじゃねえか。すげえビビってる人だ。まあみんなそうですよ、うん、緊急通報はね。うん、それじゃあちょっと時間もあるよな、私のラップ聞いてください。ああ、ぜひお願いします。海よ。海よ。俺の海よ。海よ。海よ。その大きな愛で、サライのように海包み、足した。クシンマル、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 クシンサイ。おわけはね。小籠包、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 シンマル、クシンサイ。クシンサイ。Slay Night Dreamer Live on air。いや、というわけでもう本当に8時台からね、もう2時間にわたって、はい、加山雄三さんの歌声をお送りしてきました。本当ですよ。ちょっとでも本当にでもいい歌ばっかりだったでしょ、マジで。まあそうですね。結構乗ってきたりとか、グッときたりとか、やっぱそこがやっぱ加山さんのすごいところでございますけどもね。うん、そうですね。さあ、ということでそろそろお別れでございます。今日先にあれあげとこうかな、なんかね、パンがあって、エンジェルの子にあげときましょうかね、マグカップね。エンジェルの子いましたもんね。はい、はい、九刀流さんね、加計美和子ちゃんに内臓を引き抜かれて、それでもオセロしたいって言ってたやつ、あの子にマグカップ差し上げておきますね、はい、ぜひ受け取ってください。ありがとうございます。ということで、ラジオのセンターエビス、おい、加山、俺はアイアンマンだ、俺たちアベンジャーズはお前の暴走を止めるため、一致団結する、ゴジラだろうが、チンペイだろうが、かかってこい、ウィーアーアベンジャーズ。俺は大丈夫だ、ね、ラジオネーム車カルマ、ちょっと24時間のまとめでございます。下半身をサメに持っていかれた照英についての速報です。もうダメかと思われましたが、おっきい魚から足取り返した、おっきい魚の頭ドンってやった、魚壊れた、足取り返せた、そんで足元にくっつけたら、そんなこれで走れる、そんなバカじゃない、間に合いそうです。間に合いそうですか、間に合うか、あと1分30秒、うん、運営中どうかな、もう来るかな、ね、
分やってますけどね。ラジオネーム、ジェスロオタル、FM 福岡、おい香山、更新丸だかなんだか知らねえが水深1000メートルに住んでるからな、俺ら新海賊には手は出せねえだろう。お前みたいなトドじいちゃんが調子こいてると痛い目見っからな。そなたの海をフリーズさせる。いやいやいや、母なる海をピキッキーン。もう最強、自分の更新丸も封じちゃってるんだけど。クリリンよ殺したら何おめえかい。フリーザ、フリーザだ、フリーザ。その通りだ。クリリン殺したの。第2形態の香山雄三の姿を見れたこと感謝しろ。第2形態だったよ。それでは地球のみんなお別れだな。第2形態になって魔眼光殺法。やられた。さあ、お相手やるよ、白い木と。トップリードアカウント、優しい雨、松崎でした。また来年。公園で鳩に餌をあげていたら、白いビキニを着た深田恭子がやってきた。どうして乳首の部分めがけて豆鉄砲を発射したら、あのキョトン顔をかましてきたので、興奮しながらも続けていたら、動物愛護団体のシーシェパードに頭を打ち抜かれ、クジラのように血潮を噴出し、その血をすくい取り、死ぬ間際ベンチに、フカキョンの足のサイズ有吉より大きいというダイイングメッセージ残したい。いろいろ出てきたから、ね、うん、なんでシーシェパード出てくるの。深田恭子26とかね、言う噂ありね。そうなんだ、ね、私はなんていうの、25、5センチか。言っちゃい、うん、どうしよう、一旦ブレイクしていいかな。はい、スレイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、東京半蔵の JFN スタジオから生放送でお届けをしております有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜のメールでもいろいろ来ておりますけれども、ラジオネーム、お皿が乾くの3時間 FM 群馬。おい、チンペイ、目を覚ませ。お前、香山に洗脳されてんじゃん。髭を剃れば治るから、早く剃れ。洗脳の証だったの、あの髭。髭剃ったら、命がなくなる。これ、本当、嘘、ない。髭剃ったら、命、なくなる。原始人か。なんで片言になっちゃったの。なんで原始人だ。俺なくなるじゃない。そんな人じゃない。もう洗脳の証だよ。ラジオネーム、ホバーハンド、 FM 佐賀。おい香山、光進丸は水陸両用、笑わせんな。俺はアメリカ国防省の人間だ。制空権は我が米国の無人爆撃機プレデターが握っている。3秒以内に武装蜂起をしなさい。3、2、バーン。あれ違う、バーン。はあ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 。負けた、国防総省負けたのか。国防総省が。ラジオネーム、むずみ後輩。爆撃された。おい香山、俺は今飛行機の中にいる。水ゲーム者、真実はわからない、いるかどうかわかんない。まあでもここであれだけ練習されてましたからね、うん、さぞあの伸びやかな声で歌ってらっしゃるんですけどもね、うん、はい、ラジオネーム、騙しやすけしん。アリーさん、ショーエの野郎が木にぶら下がってる蜂の巣を見つけて、蜂蜜が舐めたくなったのか、その蜂の巣をつついたら大量の蜂が出てきて、せっかく走ってきた道を U ターンして必死に逃げています。
ちゃめちゃバカじゃん。どこにあるの？痛い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 。いや沈んでたけど今東京湾という現状でございます。翔英さんのね、現状もちょっと教えていただきたい、ね、今のとこ海と。さあ続いてコーナー、あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいていた話を作ってもらう企画です。はい、はい、どうも、ラジオ三平、有吉さん、国産和牛の天敵こと、寺門ジモンさん。確かにね。8月25日のブログに、有吉さんと上島さんの微笑ましい写真を掲載して、こんなことを言ってやがりました。テレビ番組の収録で、有吉くんと一緒になりました。テレビで有吉くんは、リュウちゃんに対して冗談で、おっさんとか、ポンコツといじってますが、やっぱり楽屋でも言ってました。かっこ笑い。有吉くん、ツイッターに写真あげてくれてありがとう。ちょいジモンとか言いながら、ピントは俺に合ってる。ぐー。おい、ジモン。こんなタイミングでこんな記事書くなんて、お前いいやつだな。後輩にも先輩にもメンバーにも嫌われてるし、空気読まずにシャシャリ出てくるし、バカだし、うるせえし、すぐ切れるし、ナルシストだし、ウォレットチェーンクソだせえし、そのうち飛騨牛の皮でスニーカー作りそうで怖いけど、なんか感動したわ。ブログのコメントたったの5件しか書き込まれてないけど頑張れよ。応援してっからなっていう。なんか、あれなんだね、ブログにやっぱり写真載せたいんだろうね。渡部さんとかもそうだけど、うん、結構一眼レフみたいなでっけえカメラ持っててさ、へえ、あ、ちょっとある、写真撮ろう、写真撮らせてくれって言ったら、もう一眼レフ構えられてビビっちゃう。なんか緊張しちゃうってさ。こだわるな、結構ね、面白いね、あの人もね。ラジオネーム水亀座、ラジオネーム東北自動車道。これだってラジオネームからしてもう以前からそうです、ね、待ってましたのですね。 FM 都市、これはもう多分相当な情報があると思いますけどもね、はい、僕は渋谷方面の国道246号線から内堀通りに入る三宅坂交差点のところがとても大好きです。下り坂を降りて皇居のところにたどり着く感じがとても爽快感があって好きです。これ俺と全く一緒だ。いや東北じゃねえんだもん。こいつ東京の道だけど、俺この246の内堀通り、ちょうどだからこの半蔵門の周辺の道ですよ。これ気持ちいいんだ、車線多くてね、4車線ぐらいあってね、結構そんなに渋滞することもないしね、結構東京の中ではすごい、いい道路ですよ。好きだ。行きますか一曲。はい、じゃあ改めて聞いていただきましょう。加山雄三で小島丸。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、こんばんは、加山雄三の、はい、オールナイト、加山雄三のサンデーサンデーオールナイトリサイタ通称有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。東京半蔵門 JFA スタジオから生放送。はい、今月のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。はい、はい、じゃあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。はい、はい、ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。加山雄三、本当はラップがやりたいんだよ。本当はラップをやるなんだ。本当におっしゃったんですか。加山雄三さんがかなり前に雑誌のインタビューで、かなり前に加山雄三さんのまあ今週見つけたということでね、はい、かなり前に雑誌のインタビューで、僕はすげえラップが好きなの、見えないだろ、
でもいいんだよ。でもいいんだよ。それがよ。それがよ。と、ラップ好きをカミングアウトしました。シャガラ。いや、すごいな。ケツメイシの曲ばかり聴いていたとも語っています。桜舞い散る中にそっと咲き置くと。すごいですね。ケツメイシ好きなんですか？大好きなの。ケツメイシも好きだしね、うん。女のケツも大好きだよ。それちょっとわかんないですけど。なんだ、浸透したのか。金村谷村さんは笑ってくれるんでしょうけど、谷村さんは言ってくれるんで、これあれだけど、まあ有名な話だけど、ほら加山、2ヶ月前に俺が送ったツイッターのリプライ、そっちのけかよ。30代無職です。親からの仕送りでなんとか生計を立てているのですが、今月は握手券のため乃木坂46の CD を30枚ほど購入したため、もう残金がありません。先週から深夜になるとエグザイルみたいに真っ黒に焼けたこわもてのマッチョの借金取りが家に押しかけてくるようになりました。助けてください、お願いします。わざわざ長文送った、送っただろう。何、俺様をガン無視してナイジェリアに金出してんだよ。お前みたいなやつなんか CM で乗ってるヘリから落ちろ。最後絶対落ちねえ。まあそんな感じでしょうか。一旦ブレイク出しましょう。 Day Night Dreamer Live on air。さあ、というわけで有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、あっと、すいません。加山雄三の、ですね、加山雄三のサンデーオールナイト、リサイタル。通称、有吉弘行サンデーナイトドリーム、1時間経過しようとしております。頭で2曲歌っただけですね。いろいろメールがありますけどね。ラジオネーム、中田ルデナ、FM 岩手、有吉さん、加山さんが武道館でサライを歌い始めました。号泣のコンペイ師匠の後ろで谷村とにやけ顔で歌ってやがります。にやけ顔って言わない。笑顔って言うんだ、それ。そうね、はい、ラジオに見えちゃうから、トキ忍三郎、FM 長野、有吉さん、現在アクアラインを走っている翔英さんですが、現在海ほたるパーキングエリアでアメリカンドッグ、唐揚げの串などの揚げ物バクバク食っています。いっぱい食べて明日もいっぱい頑張るぞって言ってます。こいつ多分ゴール明日だと思う。今日ですよ、今日の10時ですよ。時間の感覚。ラジオネーム、拓吉郎。翔平さん情報です、はい。海からの方が早い、ショートカットだと叫びながら、半蔵門に向かって泳いでいきましたが、うん、ポケットに入れているスルメのせいで、サメがどんどん集まってます。翔平、早く陸に上がる。海なんで海行っちゃう、トライアスロンになっちゃってるもんな。大変ですね、やばいことになっておりますけれどもね。どうだったんですかね、走り切ったんですかね。どうなんですかね、走り切ったんですかね、走ってらっしゃる、あ、ゴールした、あ、大変者は無事ゴールされたということでね、よかったですね。そっちだけでもタイミングでね。そうなんです、これで大変者がね、その、ちゃんとゴールできなくて怪我でもあってリタイアでもされている時にね、加山さんのさ聞いてる場合じゃないからね。うん、いや、よかったですよ、それはね。すごいね、50歳ぐらいだと思いますけどね。そうですよね、はい、考えられないでしょ。キム・カーダシアンとケイティ・ペリー盗み癖。マジ？スーパーセレブのキム・カーダシアンとケイティ・ペリーがホテルの備品を盗んでしまう癖があることを告白しました。逮捕しろ。キム・カーダシアンは、私お気に入りの宿泊先からローブを取っちゃうのよ。例えばドバイのホテルアトランティスやビバリーヒルズのモンタージュなどよ、この2つのホテルには最高のローブが置いてあるわとブログに綴り、ケイティ・ペリーは、私どの宿泊先からも枕を盗んじゃうの。17歳の時日本にある超高級ホテルに行ったの。そこで全てを盗んじゃったわ。ナスな国から。そこから物を盗む癖が始まったのよと語っています。語っていますじゃない、何やってんだこいつらは。すごいな、金持ちだったら何でもありか。許されてるってことなんですかね。結構なんか日本でもなんかタレントがガキの頃万引きしたんですよみたいな話してて、めちゃめちゃ怒られてたこととか禁止になったりとかあったな、ね、ありました、ありました、はい、これはこれダメだろ、そうそう、金、うん、ダメ、ね、どうしてんだろうね、後で金払えばいいでしょみたいなもんなのかね。ああ、それ、ああ払うわよっていう、それダメよ。
じゃあ買えないじゃんな。まあそうなんですよね。どうしても欲しいからこれ売ってくださいって言えばいいな。まあ言えばそうですよね、言えばまだその話の進みはまるだけど、盗んどいて後で、えは金？あのうちのお前。はい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 、金？はい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 、はい、どうぞ。いやいや、はい、どうぞ。いや、気悪いわ。めちゃめちゃ嫌じゃん。本当かね。まあ、とかね、なんかそういうなんとかアメニティみたいな、うん、歯ブラシぐらいだったのか、うん、スリッパとか。スリッパでもいけないんじゃない、あれ。あれダメなの。いや、今それビジネスホテルのなんか使い捨てるやつとかはあるけどさ、発泡みたいなやつね。まあまああれ、まあまさかやってんじゃないのかな。やってないですよ。本当？言い方と顔よ。なんかたまにバスローブ着て歩いてない。歩いてねえですよ。どこをどう歩いてねえですよっていうのがもう下手人だから。ホテル泊まれないですから。そんな感じないですから。以上、はい、ニュースでございました。はい、はい、うん、さあ、ということでちょっと24時間テレビの情報なんかも来ておりますけどね。加山雄三さんまだね、あの武道館の方行ってらっしゃいますから、まあ、うん、これ9時台加山雄三さん多分お越しになると思いますけど、怖いですけどもね。一旦行って、そうですね、ラジオネームエスロー FM 長野、有吉さん質問です。たった今24時間テレビに加山先生と谷村さんが出てきました。ああ、これは本物ですか、それとも影武者なんですか。テレビに映る加山先生の笑顔怖いです。そんなことないでしょ。これはあの実際の加山雄三さんだとは思われま す, そうです、ね、会話でチャンピオン歌うなって。谷村さん。ラジオネーム満腹せいなり、加山さんが一番最近おかずにした有名人教えてください。おい、リューチェル。リューチェル可愛いね彼女は。いや、あーそっか、女性だと思う。素敵、とても素敵な、昔鈴木ランナーちゃん好きだったからね。ちょっとちょうどなんか鈴木ランちゃん、ランナーちゃんの若い頃なので、あのいつもついつい反応してしまう。あ、そういや男性ですよなあ、チンペ。はい。言わされてんじゃねえか。言わされてんじゃねえか。教えてあげてください、谷村さん。谷村さん知ってるでしょ。いやー、加山さんは、オナニーの、勇気。そうなるとわけわかんない。だって、オナニーのチャンピオンってよ。なんなんだよ、オナニーのキングオブキング。わけわかんない。ラジオネーム走り熊。加山さん、質問です。今期好きなアニメは何ですか。まあ、これはもう60年ぐらい連続でノラクロだね。まだ見てんの。もう随分テープがね、伸びちゃったね。もう何言ってるか分かんないけどね。VHS すらないんじゃないかね。ノラクロの時代。さあ、ということもっといいアニメありますよ。今夜のメールテーマ、一応これが私の好きな道ということで、ね、道の情報を教えてくださ、ね、はい、よろしくお願いします。一旦ブレイクいたします。Day Night Dreamer Live On AirSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、ということで今日のメールテーマはね、これが私の好きな道でございます。はい、ラジオの加山親衛隊 FM 三遊。親衛隊いるのか。有吉さん、僕の好きな道は島根県の国道9号線です。昔懐かしのうどんやラーメンの自販機が設置してあるドライブインが今でも残っており、さらに日本海沿いということもありかなり景色もいいです。腹減ったし久しぶりに、外に出てドライブインでうどんでも食べてこようって。田舎のドライブインっていいよね、結構ね。9号線人気ですね。9号線そうだね、人気あるね。いいのかね、なんか。ラジオの FJ59 FM 岡山。私のお気に入りの道は岡山県の県道47号線。岡山県倉敷市と岡山県の通りますけども。はい。はい。はい、じゃあ、こちらから。ラジオネームラッパーザキバチョフ。
慶応大学卒業の加山雄三、勉強できない有吉まんじゅう、趣味が多彩な加山雄三、あなるいじりだけが趣味の有吉まんじゅう、家族もいて幸せな加山雄三、結婚後報で今日も一人の有吉まんじゅう、仕事も私生活も加山は神、仕事以外は泥沼底辺暮らし、有吉と比べて加山雄三は最高。有吉最高、俺は応援してるぜ。有吉最高、有吉こそ神、私、加山も認める有吉。本当に最高。有吉、すごい。最高だぜ。なあ、チンペ。最高です。言わされてんだよ。チンペさんが。言わされちゃって、もう。今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、ラッパーザキバジョフ。ラッパーザキバジョフ殺す。あ、やべ。逃げて。殺す。逃げて。はいよ、棒。そこの、棒持ってこい。棒でいけんの棒でいけんの怖えな。はい、次。いないですよ。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり。ねえ。ラジオネームですかね。有吉博之、マジリスペクト。MC もできて、大喜利も強い。見れば見るほどしけた面。裏打ちされた、豊富な知識と、ひけらかさない品の良さ。とぼけた面してくだらねえ。頭の回転マジ早い。ありがとう。肝心な時ねマジ噛まない。だけどめちゃくちゃ口臭そう。賢くないとバカはできない。俺たち世代の代弁者。ガールズバーの嫌われ者。それが有吉。よう、いい加減しろ。乗せて落とし、乗せて落としじゃない、本当に。めちゃめちゃうまいじゃない。やっとけ、そいつ。はい。ションベンやっとくわ。そんなのはないです。そんなノベリティはない。本当によ。クソ野郎。なんだよ。はい、じゃあこちら、また、ラッパーザキバチョク。すごいな、本当に。偉そうに言ってる割に、金玉顔、人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉。アックスボンバーヘッド、アリエサ、独裁サイボーグこと、加山雄三国家元首の野郎が、7月30日、沢子の朝に出演をした際、こんな身の毛もよだつことを言ってやがりました。あ、高校時代僕はね、なんで親父に説教された以来ね、はい、いつか仕返ししてやろうと思ってね、家でボクシングの練習始めたんですよ。1年ぐらい経ったね、はい、親父より背が高くなってきたからね、スパーリング申し入れたんです。ほんでね、顔面をねガーッて殴ったらね、親父がダウンして鼻血がバーッと出たんですよ。おい、はははじゃねえよ。マジか。1年間独学でボクシングの練習する集中力もさることながら、躊躇なく親父の顔面殴れるって一体どんな神経だ。10代の頃にはもう両親でさえ加山を止められなかったというわけか。この時代に K-1 があれば、独立国家更新までの国家元首という肩書きにワールドグランプリ覇者の称号が乗っかったんだな。すげえ。あげときます。バキのバキ、マジですげえ。本当、オーガとバキの戦いが究極の親子喧嘩というやつでございますかね。素晴らしいですね。ラジオネームプライドチキン、有吉さん、高須クリニック院長高須克也先生が、給与未払いを理由に試合をボイコットしようとしていた五輪サッカーナイジェリア代表に対し、独自の基金からボーナスを与えることを表明し、ボイコットを阻止してやがりました。おいおい、何やってんだホーヒカットマン。
2ヶ月前に俺が送ったツイッターのリプライそっちのけかよ。30代無職です。親からの仕送りでなんとか生計を立てているのですが、今月は握手券のため乃木坂46の CD を30枚ほど購入したためもう残金がありません。先週から深夜になるとエグザイルみたいに真っ黒に焼けたこわもてのマッチョの借金取りが家に押しかけてくるようになりました。助けてください、お願いします。わざわざ長文送った、いや送っただろ。何俺様をガン無視してナイジェリアに金出してんだよ。お前みたいなやつなんか CM で乗ってるヘリから落ちろ。いや最後絶対落ちねえ。まあそんな感じでしょうか。一旦ブレイク出しましょう。 Day Night Dreamer Live on 金玉が喋るぜ。え、金玉が喋る。俺の金玉が今から喋るぜ、聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぞ、今から聞いてろよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぞ、今から聞いてろよ。Yeah. こんにちは。こんにちは。なんだ、ちょっとだけ出てきて。こんにちはって。なんなんだ。読め。はい、続いて、ラジオネーム、また、美は乱調にあり。しつこいな、お前。もうだって、送ってくれよ。現代にされてるじゃないか、毎回。最近。もうそろそろだぞ、本当に。はい、美は乱調にあり。ズルムケフニャチン気持ち悪い。ガバガバアナルも気持ち悪い。ひどいぞ。見た目も思想も気持ち悪い。だから風俗嬢マジでリスペクト。俺はここに断言。有吉マジでモテん。近づく女金目当て。彼に結婚できたところで保険金かけ。飯に毒混ぜ。じわじわと殺して飛ぶぜハワイへ。よ。ただのあの事件じゃねえかよ。恐ろしい恐ろしいあの毒婦の事件じゃねえか、そんなもん。恐ろしい。なんだ毒をちょろ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 入れて俺殺すって。ひどいな。それ、ビワランチョウにあるよ。本当にあれだな。警察呼ぼう。いや、あ、ここに加山さんがいるのに、警察沙汰にしちゃう。加山さん動かすまでもない。はっきり言うと、俺のな、はっきり言うと、俺のな、携帯はな、いざっていう時警察呼ぶためにあるんだぜ。俺な、俺の警察呼ぶっていうな、意気組み忘れんなよ、バカ野郎。おい、ビワランチョウにあり、警察呼んでるからな、すげえ。俺のな、携帯はな、いつだってな、110番にもうセットしてあるぜ。ちょっと触るだけで110番にかかるぞ。ビビってんじゃねえか。すげえビビってる人だ。まあみんなそうですよ、うん、緊急通報はね。そうじゃあちょっと時間もあるよなんで、私のラップ聞いてください。ああ、ぜひお願いします。海よ。海よ。俺の海よ。海よ。海よ。その大きな愛で、サライのように海包み、足した。空心丸、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 空心菜。わけわかんない。小籠包、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 新米、空心菜。とぼけた面してくだらねえ。頭の回転マジ早い。ありがとう。肝心な時ねマジ噛まない。だけどめちゃくちゃ口臭そう。賢くないとバカはできない。俺たち世代の代弁者。ガールズバーの嫌われ者。それが有吉。よいい加減にしろ、みたいな。乗せて落とし、乗せて落としじゃない、本当に。めちゃめちゃうまいじゃない。やっとけよ、そいつ。はい。ションベンやっとくわ。そんなのはないです。そんなモビリティはない。本当によ。クソ野郎。なんだよ。はい、じゃあこちら、また、ラッパーザキバチョク。すごいな、ほんとに。偉そうに言ってる割に、金玉顔、人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉顔、有吉イコール金玉、金玉イコール有吉ザ、
汚い顔、余白多い顔、しわくちゃの顔、どこからどう見ても金玉だ。設計して金玉顔変えろ。イエス、タカスクリニックでも行ってろ。よ。俺の金玉超最高。金玉の話じゃないです。金玉顔の話だから。金玉は別にディスってないから。俺の金玉が喋るぜ。え、金玉が喋る。俺の金玉が今から喋るぜ、聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぜ、今から聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぜ、今から聞いとるよ。Yeah. Yeah. こんにちは。こんにちは。なんだ、ちょっとだけ出てきて。こんにちはって。なんなんだ。読め。はい、続いて、ラジオネーム、また、美は乱調にあり。しつこいな、お前。もうだって、送ってくれよ。現代されてるじゃないか、毎回。最近。もうそろそろだぞ、本当に。はい、美は乱調にあり。ズルムケフニャチン気持ち悪い。ガバガバアナルも気持ち悪い。どういうぞ。見た目も思想も気持ち悪い。だから風俗嬢マジでリスペクト。俺はここに断言。有吉マジでモテん。近づく女金目当て。彼に結婚できたところで保険金かけ。飯に毒混ぜ。じわじわと殺して飛ぶぜハワイへ。よ。ただのあの事件じゃねえかよ。恐ろしい恐ろしいあの毒婦の事件じゃねえか、そんなもん。恐ろしい。なんだ毒をちょろ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 入れて俺殺すって。プロだろ。まだ見てんの、まだ見てんの。もう随分テープがね、伸びちゃった伸びちゃったな。もう何言ってるか分かんないけどな。VHS すらないんじゃないかね。オラクロの時代。さあ、ということで。もっといいアニメありますよ。今夜のメールテーマ、一応これが私の好きな道ということで。で道の情報を教えてください。はい、よろしくお願いします。一旦ブレイクいたします。Day, night, dreamer. Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Day, night, dreamer.さあ、ということで今日のメールテーマはね、これが私の好きな道でございます。ラジオの加山親衛隊 FM 三遊親衛隊いるのか。有吉さん、僕の好きな道は島根県の国道9号線です。昔懐かしのうどんやラーメンの自販機が設置してあるドライブインが今でも残っており、さらに日本海沿いということもあり、かなり景色もいいです。腹減ったし、久しぶりに、外に出てドライブインでうどんでも食べてこよう。って田舎のドライブインっていいよね、結構ね。9号線人気ですね。9号線そうだね、人気あるね。いいのかね。なんか、うん、ラジオの FJ59FM 岡山。私の気に入りの道は岡山県の県道47号線、岡山県倉敷市と岡山県の笠岡市の間の海岸線を結ぶ道です。曲がりくねりながらのどかな瀬戸内海を横目に爽快にドライブすることができます。少し落ち込んだ時一人でドライブするとまた頑張ろうと思えるいい道ですね、と。めちゃめちゃいいメール来たな。笠岡市、はあ、まあ、わかります、広島だと。いや、わからないけど多分あの辺だよ、あのなんかカブトガニとかがいるあたりだよ。おお、なんか岡山県の。ね、ああ気持ちいいなーって走ってて、カブトガニうじゃうじゃいたらちょっと怖いよ。いや怖い怖い。全然切れるじゃん、怖い、ね、すごいですね。はい、さあ、そして、あ、道ということでこんな情報も。ラジオのグドンなグドン、有吉さん、翔英さん情報です。海から上がった翔英の下半身は完全にサメに食われている状態で、どう考えてもマラソン継続できるように見えないのですが、まだ走れると息巻いて血をダラダラ流しながら半蔵門を走り始めました。もういい、休め翔英。半蔵門に来たんだ、うん、食われた。翔英さん頑張ってください。伝わるかな。届くかな。頑張れ。禁止禁止だ。
ラーメン禁止禁止ラーメンラーメン禁止禁止ラーメンそのラーメンそのラーメン。ストップ。ナイトドリーマー。Live on air。ダイエットソングみたいな。ストップ。そのラーメン。これがね、CM みたいな。確かに。頭に浮かぶと、ラーメンをね、我慢するっていうのあるかもしれない。なんだろうね、腹立つわ。行くか。じゃあ、続いてのコーナー、ヒップホッパーでございます、はい。リスナーのライムにフリースタイルで対応しておりますけども。はい。はい。はい、じゃあ、こちらから。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。慶応大学卒業の加山雄三。勉強できない有吉まんじゅう。趣味が多彩な加山雄三はなるいじりだけが趣味の有吉まんじゅう。家族もいて幸せな加山雄三。結婚ご報で今日も一人の有吉まんじゅう。仕事も私生活も加山は神。仕事以外は泥沼底辺暮らし。有吉と比べて加山雄三は最高。有吉最高。俺は応援してるぜ。有吉最高。有吉こそ神。私、加山も認める有吉。本当に最高。有吉、すごい。最高だぜ。なあ、チンペ。最高です。言わされてんだよ。チンペさんが。言わされちゃって、もう。今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、あ、ラッパーザキバジョフ。ラッパーザキバジョフ殺す。あ、やべ。逃げて。殺す。逃げて。はいよ。棒。そこの、棒持ってこい。棒でいけんの棒でいけんの怖いな。はい、次はいないですよ。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり。ねえ。ラジオネームですかね。有吉弘行、マジリスペクト。MC もできて、大喜利も強い。見れば見るほどしけた面。裏打ちされた豊富な知識とひけらかさない品の良さ。とぼけた面してくだらねえ。頭の回転マジ早い。ありがとう。肝心な時ねマジ噛まない。だけどめちゃくちゃ口臭そう。賢くないとバカはできない。俺たち世代の代弁者。ガールズバーの嫌われ者。お別れよれ悲しみより憧れは強く寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち。動き始めた。汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた。現場行った方がいいです、サイクラさん。桜吹む木のさらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた。いいとこ全部谷村さんだ。恋をして恋に破れ眠れずに過ごす。アパートの窓から少し見てた夜空の星。この街で夢を追うならもう少し強くならなけりゃ、遠
時の流れに負けてしまいそうで動き始めた朝の街角を人の群れに埋もれながら空を見上げた桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた。声出てますよ。したい。バカじゃん。サイダーの話どこ行ったんだ。サイダーなんだろう。川口春奈ちゃんのサイダー。何なんだよ。言い方でしょ。川口春奈ちゃんじゃないぞ。それと。よろりサイダー。そうでしょ。なんでチンペさんに読ませる。よろりサイダー。川口春奈のチャンネルだ。今たいのなんで今谷村さん入ってくるんですか。チンペイ出てきちゃうのかあげときましょう。あげるんかい。ラジオネームエモペ。広瀬すずちゃんがお相撲見に行きたいなというので、俺は気分だけでも味わってもらおうと空気を入れて、空気入れを使ってアナルに空気を送り、パンパンに自分を膨らませて朝青龍そっくりになる。そしてごちそうですと言って広瀬すずちゃんを喜ばせようとするも、口を開けたら空気が逃げてしまうので口を閉じ、鼻の穴を手で押さえ、お尻の穴もキュッと閉めて、広瀬すずちゃんが満足するまで朝青龍をキープし続けた。何言ってんだよ。いじめられ方だよ。何でもない。わかんねえよ。口から空気入れりゃいいじゃん。いちいち、アナルから入れる。こいつは。腸が近いから。親が出るから、ね。口の方がいいよ、ね。面白い、これあげよう。パン。ラジオネーム、長っそ。突然の夕立に振られ、廃屋の軒先で雨宿りをしていると、向こうから小走りで女性がやってくる。ああ、ここよろしいかしら。声をかけてきたのは木村多江さん。ああはい、どうぞ。僕は突然の出来事に驚きぶっきらぼうに答えてしまう。先ほどの態度の手前、気安く話しかけられず、昔をよそいつつ、うっすら透けた服や濡れた髪が張り付いたうなじを気づかれないようチラッと見てはドキドキ。そんなお互い無言のまま、雨音だけが聞こえる穏やかな時間を過ごしていると、いつしか雨が上がる。名残良さ、惜しさを感じつつ、軒下から出て軽く会釈をして歩き出そうとする妙さんがすれ違いざま、あんまりエッチな目で女性を見ちゃダメよと耳元でささやき、僕の股間を軽く人撫でして去っていく。雨上がりの青空と同じように澄んだ気持ちを胸に、とんでもない量の射精でびちょびちょになった。あら、空を見上げた桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた。声出てますよ。離れれば離れるほどなおさらにそろるこの思い忘れられずに開く古い
アルバム、うん、若き日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしをなぞりながら生きる。どっちなんだよ。丸太小路レモン浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと桜吹きのさらりの空へいつか帰るその時まで夢は捨てない。Day night dreamer live on air. Day night dreamer live on air. Sunday night dreamer.よし、甲子園まで行ってみよう。桟橋に立つ君の肩から海鳥たちが飛び立ってゆく。ラワトは握る俺を見あ、はい、どうぞ。僕は突然の出来事に驚きや驚きぶっきらぼうに答えてしまう。先ほどの態度の手前、気安く話しかけられず昔をよそいつつ、うっすら透けた服や濡れた髪が張り付いたうなじを気づかれないようチラッと見てはドキドキ。そんなお互い無言のまま雨音だけが聞こえる穏やかな時間を過ごしていると、いつしか雨が上がる。名残良さ惜しさを感じつつ、軒下から出て軽く会釈をして歩き出そうとするタエさんがすれ違いざま、あんまりエッチな目で女性を見ちゃダメよと耳元でささやき、僕の股間を軽く一撫でして去っていく。雨上がりの青空と同じように澄んだ気持ちを胸に、とんでもない量の射精でびちょびちょになったパンツを公園で洗いたい。公園で洗いたいがメイン。どこ行ったんだ今までの文学性、必死の精一杯の文学性は。よかったですね。よかったのに、いろんな気がしてあげたのに最後ひどくどうしてで家じゃんで行っちゃってるからね。家で洗えよ、うん。ラジオネームね、急凍流。幼なじみの筧美和子ちゃんとお医者さんごっこをしている僕、もうろくでもなさそうだな。その流れで美和子ちゃんに直腸検査をしてもらっていると、美和子ちゃんは勢い余って肘の部分まで腕をアナルに入れてしまう。美和子ちゃんは、あっと声を漏らし、慌てて腕を抜こうとするが、肉付きのいい腕は大腸に引っかかってしまい、そのまま大腸を一緒にズルズルと引き抜いてしまう。お腹がスースーする俺は嫌な予感がしたので、美和子ちゃんの顔を見ずに、あ、なんかあったと聞くと、美和子ちゃんは引き抜いた大腸をベッドの下に隠し、ううん、なんでもない、それよりオセロしよっか、いや、早くオセロしようと話をそらし、この一連の流れをなかったことにされ、二人で仲良くオセロしたい。なんでだよ十分だよ、お医者さんごっこの妄想。めちゃめちゃもうアメリカのさ B 級あのホラーずっとバタリアンとか腸が出てくる、腸出てるって、これいいよ、エンジェルあげるよ。じゃあパンならないかな。
繋がってるだろう絶対。面白いな。ラジオネームエモ。慶応大学卒業の加山雄三。勉強できない有吉まんじゅう。趣味が多彩な加山雄三。あなるいじりだけが趣味の有吉まんじゅう。家族もいて幸せな加山雄三。結婚ご報で今日も一人の有吉まんじゅう。仕事も私生活も加山は神。仕事以外は泥沼底辺暮らし。有吉と比べて加山雄三は最高。有吉最高。俺は応援してるぜ。有吉最高。有吉こそ神。私、加山も認める有吉。本当に最高。有吉、すごい。最高だぜ。なあ、チンペ。最高です。言わされてんだよ。チンペさんが。言わされちゃってもう。今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、あ、ラッパーザキバジョフ。ラッパーザキバジョフ殺す。あ、やべ。逃げて。殺す。逃げて。はいよ、棒。そこの、棒持ってこい。棒でいけんの棒でいけんの怖えな。はい、次は痛いですよ。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり。ねえ。ラジオネームですかね。有吉弘行、マジリスペクト。MC もできて、大喜利も強い。見れば見るほどしけた面。裏打ちされた、豊富な知識と、ひけらかさない品の良さ。とぼけた面してくだらねえ。頭の回転、マジ早い。ありがとう。肝心な時ね、マジ噛まない。だけど、めちゃくちゃ口臭そう。賢くないとバカはできない。俺たち世代の代弁者、ガールズバーの嫌われ者、それが有吉。よ、いい加減にしろ。乗せて落とし、乗せて落としだよ。本当に。めちゃめちゃうまいじゃん。やっとけそいつ。はい。俺もしょうがない。ションベンやっとくわ。そんなのはないです。そんなノベリティはない。本当によ。クソ野郎。なんだよ。はい、じゃあこちら、また、ラッパーザキバチョク。すごいな、ほんとに。偉そうに言ってる割に、金玉顔、人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉顔、有吉イコール金玉、金玉イコール有吉だ。有吉。Sunday Night Dreamer。よし、甲子園まで行ってみよう。桟橋に立つ君の肩から海鳥たちが飛び立ってゆく。ラワトを握る俺を見つめて涙で何か話しかけてる。中高前の慌ただしさにそこだけ時が止まったようだ。心一つの海の中仲間がもんやいといて船に乗る。江ノ島岬大島越えて新島しきれ三宅島までせーの甲子丸よ。俺を銀色の海へいざなえせーの甲子丸よ。俺の夢の捨てて海へ羽ばたけ。いやどうもありがとう。名前を言いましょうよ。加山雄三です。加山雄三さんの番組じゃないでしょこれ、ね、ちょっともう風物詩ですからね。風物詩ですけどね。またちょっとじゃあ改めてですか、はい、言わなきゃいけないですか私の名前を。今加山雄三気分でずっとやってんのに。ずっと加山雄三気分でやられても困るんですよ。加山雄三のサンデーオールナイトリサイタルじゃ違います。まだいけますか。海よ俺の海よ
それは大きな音楽リサイタルだ。その間それ聞きたいですよ。聞きたいけど、聞きたいですけど、カイマさんが今、うん、向こうに行かないともう間に合わないので、うん、そう、行った方がいいです。現場に24時間までやっているんですね、うん、武道館の方で、うん、じゃあ一応、はい、一応じゃあサポート役で私が来てますということ言った方がいいですか。はいはい、はい、サポート役、サポート役だったんですか。サポート役で来たんです。じゃあどうもこんばんは、アシスタントの有吉弘行です。アシスタントそこで東京半蔵門 JFN スタジオから生放送加山雄三のサンデー、はい、オールナイトリサイタル。いや、今月のっぽいけど、今月のアシスタントのアシスタント、こちらを、トップリード和賀です。優しい雨松崎です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあね、毎年聞いてくれてる人は当然ご存知なんですけども、はい、加山雄三さんと谷村新司さんが、はい、24時間テレビ武道館でね、サライを、はい、歌われるわけですけれども、はい、まあ、そこのリハーサルでいつもここでね、ま、生地が二重になる越中ふんどしや、うん、短い布の前後に紐を通し脇で結ぶもっこふんどしが主流と言われています。だから、まあ、いわゆる男がギュッと締めるやつじゃないってことね。でもちょっとなんか前掛けみたいになる感じだったりとか、ちょっと緩い感じのビキニみたいな感じになる形ですよね、うんうん、だから、はい、まあ、いわゆるもう僕らがまだ子供の頃になんかの番組で見たことあるようなノーパン喫茶みたいなね、うん、ノーパン喫茶みたいな感じ、ちょっとノーパン喫茶、セクシーな短い前掛けをしているっていうような感じですかね。はあ、なんかふんどしって毎年毎年さ、うん、さあ今年も三越であのふんどしが販売されます。なんか密かな人気を呼んでおりますみたいな毎年聞くけどさ、周りにいないよね。いない。まあ、なかなか合わないよね。だからやっぱ密かなブームなんだろうな。爆発的ヒットとまではまだ行ってないってことでしょ。普通に履いてるってことなんですかね。これ履いてる人いいんじゃない。だって涼しいな、涼しいだろうからな、確かにな。履いてみたらいいんだよな、だからな。でもやっぱ手間よね、やっぱパンツに比べると。そうじゃ、そうじゃ、上はさらしとかだったんでしょ。上さらしじゃない、上ブラジャーするんじゃないの。上半身だと思いますよ。ブラジャーとふんどしはおかしいか。いや、さらしはさらし。上半身どうすんの。一旦 CM。 Day Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、続いて引き続きニュースですか。はい、はい、続いてはこのニュース。キム・カーダシアンとケイティ・ペリー盗み癖。マジ？スーパーセレブのキム・カーダシアンとケイティ・ペリーがホテルの備品を盗んでしまう癖があることを告白しました。逮捕しろ。キム・カーダシアンは、私お気に入りの宿泊先からローブを取っちゃうのよ。例えばドバイのホテルアトランティスやビバリーヒルズのモンタージュなどよ、うん、この2つのホテルには最高のローブが置いてあるわとブログに綴り、ケイティ・ペリーは、私どの宿泊先からも枕を盗んじゃうの。じゃないな。17歳の時日本にある超高級ホテルに行ったの。そこで全てを盗んじゃったわ。出すな国から。そこから物を盗む癖が始まったのよと語っています。語っていますじゃない、何やってんのこいつらは。すごいな、金持ちだったら何でもありか。許されてるってことなんですかね。結構なんか日本でもなんかタレントがガキの頃万引きしたんですよみたいな話しててめちゃめちゃ怒られてたこととか。そう、ろくでもなさそうだね。その流れで美和子ちゃんに直腸検査をしてもらっていると、美和子ちゃんは勢い余って肘の部分まで腕をアナルに入れてしまう。美和子ちゃんは、あっと声を漏らし慌てて腕を抜こうとするが、肉付きのいい腕は大腸に引っかかってしまい、そのまま大腸を一緒にズルズルと引き抜いてしまう。お腹がスースーする俺は嫌な予感がしたので、美和子ちゃんの顔を見ずに、あ、なんかあった？と聞くと、美和子ちゃんは引き抜いた大腸をベッドの下に隠し、うん、うん、なんでもない。それよりオセロしようか、早くオセロしようと話をそらし、
この一連の流れをなかったことにされ二人で仲良くオセロしたい。なんでだよ、なんでだよ、十分だよ。お医者さんごっこの妄想、めちゃめちゃもうアメリカのさ B 級あのホラーずっとバタリアンとか超が出てる、超も出てるって。これいいよ、エンジェルあげるよ。じゃあパンこんなないかな。つながってるだろう絶対。面白いな。ラジオネームエモペ、加山雄三と能年レナちゃんことのんちゃんが決闘をすることになり、お嬢ちゃん悪いこと言わないから降参するんだなと見下した態度を取る加山雄三に、おめえ誰だ、ぶん殺すぞ俺と殴りかかるのんちゃんだったが、甲信丸の装甲はとても頑丈でびくともしない。お嬢ちゃん元気だね。それじゃあ甲信丸の本当の力を特別に見せてあげようと言ったところで、俺がかやまやめろと制裁に入るも、のんちゃんにおめえ邪魔すんじゃねえと叱られているところを加山雄三に、彼氏くんの登場かい、青春だねと笑われてしまい、のんちゃんにおめえ俺はこんなやつのことなんて好きじゃねえと照れて顔を真っ赤にしてほしい。加山さん関係ないよ、いつまでアマちゃんの脳ね出ない。都会の子でしょあれ。でしょうって、ね、おそらくドラゴンボールの父みたいでしょ。そうだよ、本当だな。ラジオネームビワランチョウにあり、公園で鳩に餌をあげていたら白いビキニを着た深田恭子がやってきた。